こんにちは、こんばんは。なんか久しぶりの我が家からの配信です。こんばんはね、ほんとこんばんは。ほんと久しぶりだわ。こんばんは。なんか集まり悪いわね今日。なんで、なんか今日一番悪いよね集まりが。なんか人が今日少ないっていうかね。え、私さっき起きたんだけど、あ、こんばんは。なんかおかしくない？あ、KP ありがとうございます。なんだろう一体。そんなことない？明日お休みだから何今日いないの？そういうこと？明日お休み？で、何、どっか出かけてるからってこと？そういうこと？うそー。明日何、何の日よ？明日何の日じゃん。うん？あ、桜のお花ありがとう。何、何の日なの明日は一体。飲みに行く、うちんところって。主婦ばっかりなのにうちんところね。あ、あら、中森ありがとう。花子さんありがとうございます。今日ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまたよろしくお願いします。ぜひふわっちもやってみてくださいね、よかったらね、そうそうそう。うん、何、春分の日。あれや、明日春分の日なの。うん、何、春分の日って何の日なの？誰が作ったの？天皇陛下か何かの日これって。うん、あ、こんばんは。何、みんなどっか出かけてるの？じゃあ、あなたたちも、あなたたちは何の日って、暇してるの？そうよね。うん、ね、暇だから今日この放送見てるんだよね。そうそう、うん、ね、あ、KP ありがとうございます。なるほどね、はいはいはい、あ、ありがとうございます。花子さんありがとうございます。あら、かなんなちゃんありがとう。これなんだのよこれ、なにこれ、ねえ、なにこの、今の何よ。うん、そう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 、あ、お餅ありがとうございます。ありがとうございます。なんかエフェクトすごいでしょ。もう一回見たいと思わない？ねえ、ほんと。そう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 。ねえ。綺麗だったでしょ？ちょっと。ねえ。見たい？ほんと。ねえ。あ、KP ありがとうございます。花子さんありがとうございます。ねえ。ほんと。何よ。そらちゃん、何これまた。何この復刻はまた。これもらっちゃって。でまた、これ何よ今の。あれ、何これ、ゆきんこちゃんありがとう。これ何、ちょっとこれ何、これ何よ、すごい綺麗じゃないの。ありがとうございます。すごいすごい、ちょっとねえ、あ、匿名さんもありがとうございます。ありがとう。これ何、すごい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 。あら、いいわよ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 、皆さんいいわよ。いいよいいよ。あ、かんなんなちゃんありがとうございます。いいわよいいわよ。そうそうそう、いいよいいよ。綺麗よ綺麗よ。綺麗よ綺麗よ。ねえ、ほんといいわよいいわよ。うん、ちょっとねえ、あ、なに、チャルちゃんもありがとうございます。ありがとう、綺麗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 、ありがとう、ありがとうございます。っていうかさ、さっき起きたの、皆さん。私、おはよう。ね。うん、そう。あ、たかこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。おはよう。寝ちゃった。ね。1時間寝ちゃったわ。ゆうちゃん、ありがとうございます。ゆうちゃん、ありがとうございます。ほんと、ね。ちょっと撮影でね。日中撮影だったのよ。あ、海ちゃんありがとうございます。そのエクプリの撮影で行っててね。そうそうそう、あの有名なプロレスラーさんとちょっとコラボねさせてもらったのよ。うん、あのほら、エクプリのツイッターとかフォローしてる皆さん、あそこに載ってると思うんだけど、まだそのね、まあほら言えないんだけど、細かいことはね、あんまり。うん、あ、風船ありがとうございます。そう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 、あ、多分ね、プロレスに詳しい人は多分ね、知ってると思うのよ。うん、飽きてた LINE で、
そう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 。ねえ、すごいあのファンの方は結構、そういうプロレスのすごいファンの方は結構知ってると思うんだよね。うん。そうそうそう。ねえ、ボリショイさんって知ってる？皆さん。知ってる？ねえ。そう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 。まあ、その方とちょっとあのその刀が立ち上げたそのプロレス団体の方たちと一緒にこうコラボしたっていうね。ね。で足立区で今やってるのよ。ね。そうそうそう。よかったら皆さん検索してみて。ね。とってもみんな優しかったわよ皆さん。さっきもほらアイテムくれたでしょ。あ、いた、見に行ったことあるの？ね。あ、ありがとうございます。ほらね。そうそう。ね。あのよかったらふわっちもやってみてね。あけぴーありがとうございます。だから今ちょっと緊張してるのよ。そうそうそう。スカウトされなかったってなんでやねんな。女子プロやよね。ね。あ、こんばんは。そうそうそう。あの中森花子さん、龍樹さんに思いっきりキックしたんだけど、そのキックしたなんかそのなんか反動かなんかわかんないけど、龍樹さんおしっこ漏らしちゃってね。来たなって言って、あ、これちょっとまだ言っちゃいけないんだけど、細かいことはね、ちょっとそう、おしっこ漏らしたのよ、股間から。いやーって言って、ほんと嘘でしょって言って、ほんと汚いわね、ほんとあの人。汚いわね、ほんとあの人。そうよ、股間からね、なんかベロ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 ンっておしっこ漏らしてさ、ほんと皆さん。でも本当はねえ、みんな笑ってましたけど、絶対あれねえ、気持ち悪いわねこの人っていう風に思ってると思うよきっとね。え、私でも思ったもん、うわーって言ってねえ。失禁これ、なんかリュウキさんちょっと M じゃないねえ。なんか殴られたり蹴られたりしたらなんかちょっと興奮するっていうか、なんかそのウレションしたのかなみたいな。わかるじゃん、だってジャージからさ出てきたらそれわかるじゃん、だって、ねえ、目立つもんだって、ジャージから、青いジャージから出てきたらほら目立つだろおしっこって。ゆうきさんデカチン、そういう質問答えたくないお気持ち悪い、本当ねえ、何デカチンとか本当。あ、ふわっち今月から始めましたと。あ、また来てください、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。社長さんにもどうぞよろしくお願いします。相手にへえってうるさいんだよあんた、ほんと。いいのよ、ほんと。そう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 、私はいいの、そう、信頼関係なの、ほんと。あなたに関係ないでしょ、ほんと。あなた黙ってて見てて、ほんと、どっかの方で。あ、こんばんは、ほんと。すごいなんかとやかく言ってくるんだから、ほんとおせっかいババアはねえ、ほんとにうっとしいわね。そうそうそう。いやでもなんか久しぶりになんか我が家って感じ、皆さん嬉しいわほんとねえ。そうそう、あ、そう、関係性があるんだよ。ねえ、また輪を広げて、すごいももこちゃんがまたね、連絡取ってくれて。そう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 、ねえ。いやなんか本当に久しぶり、皆さん家でこう配信するっていうのがねえ、なかなかほらなかったでしょ、お家で配信することがさねえ皆さん。そう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 、外ばっかりだったじゃないずっとねえ。いやだから本当にやっとねえ家でこうやってまったりと配信できることがまた嬉しいわ皆さん、こうやってね、本当。そう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 ねえ、本当戻りました皆さん、戻りました。ねえ、ちょっとそうよ皆さん。あ、こんばんは、こんばんは、どうもね。そうよね。外配信好き、まあ、今日と外配信あんまないんだけど、今日はねお外はないのよ。まあ、でも今日いろいろなんかこう発表することもいっぱいあるしみたいな。そうよね。っていうか昨日よかったわ皆さん、私あの TLC ね、よかったわ本当ね。そうそう、ライブよかったわあれね。16,000するのよあのライブ、1時間で。そうそうそうね、うわーってね。そうよ、うわーってね、すごいね、ちょっとお高めじゃない。ね、16,000って、まあでも大体そんなもんらしいんだけど、海外のあのアーティストさんはね、結構そのぐらいやっぱするみたいよ、やっぱ聞いてみるとさ
で藤見ちゃんが取れちゃったからって言って2枚ね2枚取れちゃったし TLC 好きみたいな言われてね、藤見ちゃんから、あ、私 TLC 知ってるし、もともとね私ファンだったしみたいな、 CD 持ってるから私ね、ずっとやっぱ TLC って言ったらね、皆さん洋楽ファンからしたら、あ、もう知ってるじゃない、結構ね、あ、知ってるみたいな、行かないって言われて、いいのみたいな、取れちゃったしみたいな、でもお金払うわよって、あ、いいのよみたいな、いいのよって言って、大丈夫よみたいな、そうそうそう、うん、どんな歌歌ってたの、だって言ったってわからないじゃん皆さん、本当ね、どんな歌歌ってたのとかっていう風に言ってもさ、どうせね、歌っても知らないんだし、どうせ皆さん本当知ってるの TLC って本当ね、本当よ、そうそうそう、知らないんだし、どうせ歌ったって無駄でしょ、どうせ知らない知らないっていう風に言って終わりでしょ、どうせ、わからないけど聞いてみたいの、自分で聞いてね、 YouTube で、うん、検索して TLC っていう風に言って自分で検索して、本当そうそうそうね、あれよ、 No I don't wanna scorn サラダカルヒーヒーローラカミヨフェデララヘシュラヘラヘシュサチャールエラエミヨ I don't wanna scorn よ、そうね、これよ、有名なやつこれでね、そう、有名な歌よこれが、わかる皆さん、うん、知ってる、売れたのよ3人組で、そう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 ね、売れてたんだけど一人の人がね交通事故で亡くなっちゃったのよ皆さん、うんね、そっからもうちょっとなんていうの、ねちょっとまあ活動休止っていうかね、ちょっとね、うん、ちょっと3人でいないじゃん、だってもうそうそういなくなっちゃって、そうなのよ、で今2人で活動してるっていうね、そうよ、あ、こんばんは、そうなのよ、でね、もう人すごかったの、いっぱい人すっごい、でもね、なんか B ガールとかいっぱいいた、わかる、ちょっとこうダンスしてますみたいな人とか、若い人もいるし、結構同年代のこう40から30のちょっと後半の人たち、ちょっとおしゃれな人、うんね、そういう感じ、うん、そうそうそう、ちょっとね、こう分かる、ちょっと洋楽聴いてますみたいな、ちょっとこう分かる、うん、クラブとかにも行ってんだろうね、なんかこういう風な感じで、そなんかみんなもうこんな、こんなもうこんなんよ、みんなこうやって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 分かる、うんね、そうそうそう、前のなんか女、なんか B 系の女、なんか こんな風になんかしてる人もいたしね、ほんと、うん、藤見ちゃんの体をこうベターっていう風に触ってさ、なんかいたし、なんか横にね、ほんとそう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 、藤見ちゃんキャーとかって言うのよね、え、何どうしたのって言ったら、この女の人がなんか私の体触ってくるのよみたいな、何この人みたいな、後ろ後ろ後ろ更新の声でこうやって後ろでこんな風なことしてるのよ、ほんと何この気持ち悪い人みたいな、ほんと嫌ねみたいな、そうよね、そうよ、ねえ、そういう風な感じよ、ほんとねえ、うん、悪ぶれる素振りもなく、後ろでこう踊ってんのよね、ほんとねえ、ほんとよ、いやでもよかったわ皆さんね、楽しかったわ、ほんとねえ、そう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 、うん、ねえ、まあ終わってね、それが、いやよかったわよ、なんかライブ連れてってもらってさ、藤見ちゃんになんかもう至れり尽くせるよ、ほんとおばない、 TRF もそうだしさ、ライブね一緒に行きましょうっていう風に言ってくれて、私でいいのみたいな、他にもいるんじゃないの一緒に行きたい人ってって思ったのよ、私でいいのかしらと思って、まあでも私でいいって思ってるから私選ばれたんだろうなと思ってね、え、私行ったんだけど一緒に、そう、しかもなんか藤見ちゃんの家行ったら、またなんか何食べる、ひどなさんって言って、ひーちゃん何食べるって、お寿司がいいの、お寿司頼んであげるわねとか言ってさ、また4000か5000ぐらいするやつ、1人前のやつをバンバンって注文してくれて、唐揚げはひーちゃん唐揚げも食べたいでしょって言ってね、唐揚げもじゃあ注文してあげるわねって言って、そうよね、何がいいの、何食べたいのって言って、そうよねえ、 何がいいのみたいな、巻き寿司がいいのみたいな、うん、あ、こんばんは、じゃあこれも注文してあげるわねみたいな、いつもそうなのよ、毎回家に行ったらもう何かごちそうになっちゃったりとかして、もうほんとすいません、ほんと、うん、
そうそう、いや東京よ、東京豊洲ピット、うんな、藤見ちゃんいい人だね、ほんと優しくて、そう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 ね、皆さん。でもなんかその藤見ちゃんと私今日どうしようかって言ってね、やっぱほらライブ終わってね、なんかそのまま解散するのもなんかちょっとほら、うん、ひーちゃんが普段してることがひーちゃんに返ってきてるんだねって。そう、例えば誰誰、例えば、うん、私なんかしてるっけ、誰かに優しいことしてるっけ、ね、私結構やってる、うん、ねえ、例えば私誰にしてる、うん、そういうことって、うん、あんまやってないでしょ、優しいことなんて周りに、うん、あ、ありがとう、お花ありがとう、そう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 、うん、ツルピンに優しくしてる、ツルピン、ツルピンかね、ツルピンにしてるかな私、うん、パニちゃん、パニちゃんにしてるかな、なんか最近パニちゃんも結構付き合い悪いわよ本当、あ、猫ありがとうございますね、本当だってもうパニちゃん最近誘ってもなんか結構あれだもん、うん、ねえ、ちょっとなんかほら私ちょっと今日は行けないんですとか言ってね、ほんと最近ちょっとこうやって断ってくるから私の元から離れようとしてるわよ絶対、あのおかば、うん、ねえ、そんな感じがするわ、もうほんとね、もう散々あの利用したんだみたいな、利用して結構リスナーさんも取れたしみたいな、もうこれからは私は一人で配信やっていこうかなと思ってるんだみたいな、どんなさんどうもありがとうございましたみたいな、私もモスコちゃんみたいになりますみたいな、そうよ、へーみたいな、モスコ2ですみたいな、うわーみたいな、新しい映画ですかみたいな、それ交互期待よ本当ね、えどんなんよ本当、そう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 ね、こっちからこっちよ本当、そうこっちからこっちよ、こっちからこっちにならないでしょ絶対、こっちからこっちよ本当ねえ、どうしましょう本当、またどっか行っちゃう本当、そうね、またどっか行っちゃう、あ、いいね、ありがとうございます、旅立ちなのみんな、なあ旅立ちか、ひーちゃん去るもの追わずは、うん、そう去るもの追わずっていうか本当は追いたいんだけど追っちゃいけないって言われたんだよ私ね、誰に言われたかしら、誰かに言われたんだよ私確か、うん、いやなんかねそう自分に言い聞かせてるわけ、あ追っちゃいけないんだそういうのって思わない皆さん、そう卒業なのよ、うんね、うん、追ったっていいことないわよって言われてね私で、じゃないなんか追ったってね、皆さん追ったってなんかやらしいけど、そうそうだって追ったって皆さんその人の気持ちってだってこっちに向くわけないじゃんだってでしょ、うん、もう向こうそのまあ相手はだってもうて見てないんだからこっちをだってだってあの別れた相手と同じようだって皆さんだって別れた相手にいくらねお願いやり直そうっていう風に言っても無理じゃんだって相手ってそうそうそうねお願いもう一回よりを戻してとかっていう風に無理だもん言ったって絶対相手は嫌だもんだってうん会わない派なのうんねそうだから私もそういう風な経験してるんだよな実はねうん振られてごめんなさいって言ってやっぱ私もう一回あなたと話し合ってもう一回ねよりを戻したいんだけどって言ったらいやごめんって言われてもう気持ちないから無理だよっていう風にね言われてね本当ムカつくからストーカーしたりとかさ覚えてる皆さん私のほらね武勇伝の話ねそうよ脚立を買ってねよじ登ったりとかね会いに行ったりとかね本当ねそういうことしたりとかねやってみたんだけどやっぱダメだったのよいろんなことしたんだけどやっぱダメだったのねそう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 あのね追うと余計に追われるんだよねやっぱり追うとどん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 あえてね引いて逃げていくんだよだからもう追うのやめた方がいいよね絶対そうだからそういうもんよ皆さんね、うん、もう去った人は去ったでそこは受け止めようみたいな、うん、ねちょっとなんか私に原因があるのかしらとかっていうふうにちょっと考える時期もやっぱあるんだけど
まあでも考えたって仕方ないしなみたいなねえ、次の出会いに期待しようって感じ。ちょっとねえ、でも言うじゃんよくね、皆さん新しい人を連れてくるためにその人は去っていったのよっていう風にさ、私言われた気がするんだよね。ゆいさんか誰かに言われた気がするわ、なんかそれ、うん、言われたことある、それはみたいな、新しい人が来るためのみたいな、お別れなのよみたいな、そうそうそう、うんね、でまた去ったってまた戻ってくる人もいるしみたいな、そうよ、戻ってきたらその時はお帰りっていう風に出迎えてあげればいいじゃないっていう風にね、私言われた気がするわ、そうやって、うん、そうそう、あ、なるほどねみたいな、そうそうそう、うんね、でしょ、そうだからね、パニちゃんと中村くんとかね、みんなが離れてももう私は次のね出会いを待ち望んで、これからのあの活躍に期待をするわねえ、何ちょっとよくわかんないけど、うん、そうそうそう、中村くんはいい？中村くん嫌われすぎよね、本当、中村くんねえ、ほんと中村くん嫌いっていう風にさ、すごいよね、ほんとねえ、中村くんほりゃね、あんなけあちこちねほら言ってりゃ、ほりゃねほら嫌いって言われるわ、ほんとそうそうね、好きでも嫌いでもなくなった、もうどうでもいいってことよね、ほんとそう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 、うんねえ、だって無限くんだっけ、私あの彼の枠見てたんだけど、無限くんって枠の4000人ぐらいいたのよ、人すごいと思ってね、雑談だけでどっから来たのこの4000人みたいな、普通にねえ4000人って何みたいなねえ、何この枠みたいな、おーねえ、いやたわいもない話してんのよ、本当にクリーンなんだよね、トークがねえ、あれもせずみたいな、おーTikTok になんか、いや、そのふわっちでいないよね、ああいう人って。本当に、なんだろう、ね、人のことを下げさせるっていう風なことはないのよ。そう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 、ね、たわいもない話してんのよ。たわいもない話して雑談できて、あんな人呼べるってさ、やっぱすごいよね、思わない？そうそうそう、ふわっちになんか新しい風っていう風な感じするよね。全然いないわみたいな、うん、あ、KP ありがとうございますねえ、なんか悪そうな兄ちゃんなのかしらっていう風に思ったんだけど、見た目ね、見てると結構面白いなと思う、やっぱり、そう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 、あ、 TikTok でこういう風な実力の人っているんだみたいなさ、いつもなんかコラボみたいなやつをやっててさ、アイテムくれくれっていう風に言ってるだけだと思ったら、あら、意外に結構こういう人ってあいるんだわみたいな感じだったんだよな、そうそうそう、うんね、そうだよね、ほんと4000人だもんね、だってすごいよね、 TikTok から皆さん連れてきたのよ、あれ人数すごいよね、ほんと向こうから引っ張ってきてみたいな、そうよね、うん、いや人柄がいいに決まってるでしょ、皆さん、いくらね、どんだけ才能があろうが、いくら話術があろうが、中村くんみたいな、話術っていうかあの人わかんないけど、皆さんやっぱりね、ほんと結局はね、人柄なんだよ、皆さん、人がついてくるっていうのは、うん、いや私はね、もう長年やってて思うもんだって、うんね、いやそういうところに人はあの共鳴してついていくんだから、結局そう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 、うんね、でしょ、だ人を大切にってことよね、ほんと、うん、笑ってる？あ、そう？私も笑ってるでしょ、いつもね、ほらね、笑ってるでしょ、私もねね、あ、お餅ありがとうございます、こんばんは。だってあの無限くんとかの枠でね、ほんと中村くんちょっとね臭いんだよみたいな、俺の香水かけてあげるから、ほらほらとか言ってね、香水かけられてさ、ほんとね、中村くんの話になってね、中村ちょっと臭いんだよみたいなね、香水かけてあげるからみたいな、実は自分の香水が出ましてみたいな、7000円なんですけどみたいな、うんね、そうそう、
中村くん嫌い、中村くん大嫌いみたいな、もうビレ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 みたいなね、ほんとねえ、俺もさみたいな、結構ね自分の配信さみたいな、あの狐枠でやってるのよみたいな、狐枠やっても全然荒れないんだけどさ、中村の話を知った瞬間すっごい荒れるって、本当あいつ嫌われてるんだとかっていうふうに言っててね、本当ねえ、ちょっとあーねえ、やっぱそうなのねみたいな、うん、そうそうそうねえ、うん、そんなに臭い中村くん、いや中村くんそんな臭くないよ、うん、臭くない、全然全く、うん、あ、こんばんは、パニちゃんの方が臭い、うん、パニちゃんでタバコ臭い、もう上がった瞬間ピャーって毒切りみたいな匂いする、はーみたいな、こっから離れてても匂いがする、ピャーみたいな、そうそうそう、うわ臭いみたいな、本当、いやマジで、うん、なんかねタバコとコーヒーの匂いがする、ピャーみたいな、うわ臭いみたいな、タバコとこれコーヒーこれやった、これ口臭だわみたいな、臭いみたいな、そう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 、おねえ、そう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 、あんなねあの細かいこと言えないんだけど、あのパニちゃんちょっとね、とある人とベッドシーンがあったのよね映画ね、ほんとまさかなんでその人とその人をね合体させるのかしらっていう風なベッドシーンがあってうんねえ、そうなのよ実はね、え誰って、いや直樹兄さんなんだけど、ほんとねえええ、そうそうそう、でも直樹兄さん好きじゃん、あのパニちゃん、そうなのよねえ、なんだけどちょっと直樹兄さんがね、ちょっとなんていうの、やっぱそのベッドシーンみたいなやつはちょっとね、やりたくないみたいな、わかる、そんななんか深いって、なんか自分もやっぱその仕事してるしみたいな、やっぱなんつうの、そういうちょっとこう踏み込んだやつをちょっとみたいな、うん、でなくなっちゃってみたいな、ちょっとそういうシーンはね、ちょっと本当はあったんだけどちょっとねなくなっちゃったのよ皆さん、うん、そう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 でも私中村くんとやったんだけど、裸のシーンみたいなやつをねえ、私中村くんとねやったのよ、あの裸一枚で抱き合ったのよ実は私、うん、あの映画のシーンで、うんね、パンツ一丁でお互いにそう落とされてバンになったやつ、1週間バンのやつよね、あれは芸術でしょっていうことでしょ、うんね、そうそうそう、配信的には NG なんだけどみたいな、わかります皆さん、うんね、あれは映画なんだよ、そう言ったのよ、これは芸術ですと、うん、そうそうそう、うんねえ、そうなのよ、なんでみたいな、本当うん、いや一応今回ね血のシーンとかあるのよ、血とかあと刃物のシーンがあるんだけど、それをちょっと運営さんにみたいな、あの見てもらおうかなみたいな、とりあえずこれでふわっちで公開していいのかどうかっていう、だふわちで公開できなかったら、まあ違うところで公開するしかないわね、うん、もう映画ね、そうそう無理だったら、運営さんがダメって言われたらもうちょっと媒体変えるしかないわね、ちょっとふわちでは無理だから、残念ながら、うん、そうそう、一応運営さんには一応送ろうと思うんだよね、そうこういう風にできましたみたいな、こういう動画仕上がりましたって、うん、ハートありがとうございます、これでいいですかっていう風に言ってみたいな、うん、ねえ、いやちょっとって言われたらもう違うところでやるしかないわね、もうほんと残念だから、分かってないよねほんと、分かる、そう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 、うんでしょ、いや言うだろ運営さん、なんかほんと、うん、あ桜の花ありがとうございます、うん、言うとも利用規約になんか違反するとか言った、そうそうそう、うん、みんな焼きそばやってるわね、ほんとネタがないからよ、もうこれしかないからよみんな、私もそうよねえ、ネタがないのよみんなね、うん、ダメって言いそう、まあ、ダメって言われたら間違うところやるしかないよな、もうそ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 う、うん、残念だから、うん、でしょ、それしかないよな、
うん、そう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 、まあいいわよ別にね、ダメって言われてる前提でやるから。うん、でもちょっとふわちでは公開できないわね、ほんと皆さん。そう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 、でも疲れた皆さん、映画は疲れたわほんと。あ、こんばんは。映画はほんと疲れた、1時間しか睡眠がない状態でさ、よくやったわほんと私ね、ほんと1時間しか眠ってないじゃん、だって放送終わってさ、皆さん私ね4時半ぐらいまで放送したのよ、映画のその当日の撮影の日ね。で4時半に終わって帰ってきて、お家にお餅ありがとう、桜もありがとうございますって帰ってきて、で寝たのよお家で、5時半ぐらい寝たの。そうそうそうね、で寝て、でピンポンって鳴ったのよ、それが6時半でね、監督到着して、そこから撮影が始まったわけじゃない、24時間のね皆さん。そうそうそう、で終わるかなって撮影が、桜の花ありがとうございます、大体みんなの撮影が終わったのよ、あと残り藤見ちゃんとクート君だねって言って、藤見ちゃんの撮影が終わったあたりからちょっと監督の様子がおかしくなっちゃって、雰囲気がねなんか様子変みたいななっちゃってて、見てて、でそしたら急にね、はぁーって言うのよ、何動機がって言うの、動機って何みたいな、はぁ動機がするみたいな、なんかもうなんか、ああもうどうしようとか言って言うのよ、何どうしたのみたいな、一体何どうしたのよっつって、いやちょっともう、あ、ダメかもって言って、もうぐたってなったのよ。うわ、大変って言って。ほんと、みんなでもうちょっと支えながら、ねえ、車の中入れて、大丈夫って言ってね、ほんと。そうそうそう。中断よ、皆さん。朝の4時よ。ねえ、朝の4時よ、皆さん。もうほんと、うわーって言って、ねえ、もうすぐ終わるよねっていう時にさ、あら、もうおしまいって言って。うん、いや一日で無理よね、やっぱ撮るのってだと思う、私はパニック発作、パニック障害だと思う、なんとなく。うん、もうなんか本人はねまだわからないらしいのよ、なんかねすっごいもう動悸するし、なんかもうパニックになったらもうどうしようと思うんだって、もう頭がもうパニックになるんだって、もうどうしようって、もうほんと何もね、そうなのよ、もう考えられないみたいな、自律神経かしら、なんかもうそうやって、あ、もう無理っていう風になるんだって、もうどうしようって、もうどうしようどうしようどうしようどうしたらいいのみたいな、もううわーってなるんだって、だからもう落ち着いて落ち着いてみたいな言って、うんね、お願い、手を握ってって言って、手を握ればいいのって言って、そうそうね、手を握ったら私こうやってずっと、うん、お願い手を握ってほしいんだけどって、手を握ってこうやって、そう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 、うん、ねえ手を握ったわよって言って、うん、そう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 、ねえ手を握って、ねえちょっと休憩したけどやっぱダメだったのよ皆さん、1時間ぐらいやっぱ休憩入っただけでやっぱダメでね、もう帰ろうっていう風になったのよ皆さんね、5時でしたね、もう無理ねって、そうそうそう、で悪いんだけどって、ちょっと明日の夜もしかしたらまた撮影するかもしれないって、終わってないしね皆さん、撮影がまだ全く、あそうって言って、分かったわって言ってね、ほんと。そしたらももこちゃんから LINE 来てさ、ひーちゃんあのあれよって、あのひーちゃんがさ土日にさみたいな、いちごのほらいちご狩りのやつ土日かどっかで撮ってほしいって言ってたでしょって言ってたって言って、それ撮れたのよひーちゃんって言って、そうなの嬉しいわって言って、いつって8時よ朝の8時に、あ朝の10時よみたいな、朝の10時ってどこ、横浜って言って、横浜よみたいな、ひーちゃんよかったわねって言って、そうよね撮影できるのよいちご狩りのやつ土日になかなかないからねって言って、ねえ嘘でしょみたいなねえ嘘でしょみたいな、そうよねえ映画の撮影入ってるんだけどみたいな、急遽ねほんと、まあみたいな、何映画の撮影入って、何終わって、朝終わって、何それ終わって、何横浜行くの私みたいな、そうよねえ私行けるかしらみたいな、ねえであの時配信したじゃない、ね、しゃぶしゃぶ食べてさ、あの覚えてる皆さんね、まあ見た人いると思うけど、新宿でねしゃぶしゃぶ食べてさ、ほんと
そうそうね、あの新宿で撮影するから今今日新宿にいるのよと、うんね、お財布を忘れた日よ、うんね、テンパってそうそう、お財布もない日よ。そう、リュウキさんダメなのに、そうなのよ。うん、ウキとショウ、ウキちゃんとショウくんね、うん、あったでしょ、ウキちゃんとショウくんね。なんかウキちゃんなんかちょっと今日なんか不機嫌だったわね、なんかね、なんかすごい元気なかったけど、なんかあったのかなと思って、まあいいんだけど別にね。でまあなんかそれでそう、しゃぶしゃぶの日よ。でしゃぶしゃぶ食べてさ、踊って終わったでしょ。ゆっこのことでいろいろあったみたいなの。ゆっこちゃん、うん、ねえ、あのおばさんなんかまたやったの、うん、あのババアは、うん、ほんとあのおばさん、ゆっこが何、翔くんに何言った、うん、え、何言った、ゆっこにブチ切れてるって何よ、ちょ、何なのよ、言った、うん、カツダを取れって言ったの、ちょっとよくわからないんだけど、ほんとねえ、どういうこと、一体、うん、何それ、うん、翔くんに会いに行っちゃいけないのに、何、ゆっこが店まで押しかけたからって、私でわかるのよ、私翔くんねのところに行くと思った、私は最初から、いや私はね最初から分かってたよ、ゆっこちゃんがねお店に行くって、大体、うん、そうそう、あのゆっこちゃんが来る日は大体翔くん来ないのよ、そうそうそう、なんだけどゆっこちゃんが大阪に行ってて、その日は大阪だから、じゃあ翔くんって言ってお店手伝ってくれるってなってお店にいたんだけど、ゆっこちゃん来ちゃったんでしょ、お店に。もう大体わかるよね、お店に来るなんてね、ほんとお店にいるんだったら行くわ、そりゃ。いや私はゆっこちゃん行くと思うよ、だってねえ、うん、行く行く。それで警察に行くって言って、あ、そうなんだ、逮捕なんだ、あ、そう、何、警察から言われてるの、そうやって、もうね、なんていうの、こう近づいたらダメですみたいな、ストーカー規制法みたいな、接見禁止命令出てるんだ、あ、そうなんだ、へー、ゆっこちゃんね、ほんとそう、ストーカーみたいね、ほんとおーね、あのなんかさ、翔くん着てるなんか上のやつあるじゃん、なんか高いやつ、モンクレみたいなやつ、あれもうさ、いらないんじゃない、あれもうほんとねえ、あれでなんかつなぎ止められてるとでも思ってんじゃないの、もしかして、あの自分があげたやつ、ああいうのねやめた方がいいんじゃないの、前の普通にね、30万のやつよ、あれもうなんか手放した方がいいんじゃないの、もうほんと返すとか申してさ、もうちょっと、いや普通あんなの着るとなんか自分のことまだ好きなのかなと思っちゃうね、じゃない、普通は捨てるよね、ああいうのね、だってそう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 、まあ、物には全く関係はないとしてもね、だって皆さんああやって放送で来てるとさ、やっぱまだなんか自分にまだもしかして気があるのかなってやっぱ思っちゃうね、やっぱね、ストーカーからするとねえ、かなって、もしかしてみたいな、うんねえ、やっぱまだ気持ちが入っちゃうんじゃない、やっぱりそう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 、うんねえ、ちょっとね、放送してるときはもう脱ぐとかすればいいんじゃないの、もう放送中脱いで違うもの着るとかしてさ、もう全くもう関係ないよみたいな、もう売っちゃったしみたいな、ね、売っちゃったしもうないんだよみたいな、もう気持ちもないしみたいな、もうどっか行ったわ、売ったわ、どっか売ったわみたいな言って言えばさ、ねえ、逆にそう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 、うん、ねえ、あそこで何、ウッキーちゃんが怒っちゃったの、なんで怒ったのか分かんないけど。ねえ、ほんと。ウッキーちゃん全く関係ないじゃないの、ほんとね。うん。あ、なるほどね。そうなんだね、ほんと。なんかね、うん、羨ましい、なんかそういう風な、ねえ、問題になんかそういう風な巻き込まれて、私は全然全くそういう風な事件に巻き込まれませんから、ほんと。そうそう。私、大体外国人となんかこう、喧嘩してばっかりよ、なんか。ねえ、外人ばっかりよ、うちなんか、ほんと。そこら辺の外国人ばっかり喧嘩してな。そうよ、ほんと。ねえ。しかも年に一回喧嘩するし、ほんと。うん、それしかないわよ、だいたい私。ほんと、ねえ。あれ、国際交流なの、ほんと。ねえ、まあいいけど、別に。
そう、年に1回ね、一般人と喧嘩するからさ、私ね、ほんと、それしかないからね、ほんと。なんか、羨ましい、なんかそういう身内だけで、なんかこう、ね、わちゃわちゃしてる感じがさ、なんかほんと。そう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 。ねえ、そうなのよ。なんか、ちょっと、そういう、こういう気持ちを持っちゃいけないけど、ちょっと、ある意味、ちょっと美味しいわねっていうふうになんかちょっとさ、思っちゃうもんだって。ウキ、ショウくんにユッコのうんこを食わせてって配信で言ってた。何の話言った、ウッキーが何、ユッコちゃんがいるからお店も行かないって言ってんの。何そんなお店行かないって。そうなの？あ、そう。なんよく、わけがわかんないね、もうほんと。ほんと、もう、もうね、もう勝手にしてちょうだい、もうほんと。もう勝手にして、もうほんと。ねえ、知らないわ、もうほんと。そんなのね。あ、そう。物には罪、いや、物には罪はないし、いいんだけど、みたいな話よ。いや、そういうものをあえて持ってると、逆にね、あげた方からして、もう、やっぱ気になっちゃうんじゃないって話よ。そうそう、私の買ったやつ着てくれてるんだ、嬉しい、みたいな、やっぱ気持ちやっぱ入っちゃうじゃん、やっぱ。ね、見せないようにするのもやっぱそれはありなんじゃないって話よ。だったでしょ、だって逆にもうさ、捨てましたとか、なんかもうね、売りましたっていう風に言われた方が逆にね、諦めつくと思うよ、逆に。その方がね、あ、もうないんだって、もう自分の手元からないんだっていう風に思わせた方が私はいいと思うよ。そうそう、来てくれてるんだ、私のあげたやつって、嬉しい、みたいな。ねえ、そうそうそう、相手から気持ちがないにしても、やっぱちょっとまだ未練は残っちゃうね、やっぱり。未練やっぱ断ち切ってもらった方がやっぱいいじゃん、だって。そう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 、ねえ、でしょ。アムチンが好きって言った、もう誰でもいいんだよね、好きなのね、ほんと。アムチンね、はい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 。ねえ、よかったわね、ほんと。そう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 、次アムチンなんだね。あ、そう、ねえ、私は結構ね、もらったやつ、私彼氏からもらった指輪とかあるよ、まだね、まだね。これ何年前、これも何年前よ、これもう古いよ、皆さん。これもうね、私が多分18か19ぐらいにもらった指輪なんだけど、これもう20年前の指輪なのよ、これ。20年前、これ見て、まだ全然見て、錆びてないのよ、ほら見て、錆びないの、磨いてもないし、みたいな。これすごいんだよ、多分、きっと。これ高級なんじゃない、この指輪。だってもう20年前なのに、全然見て、錆びてもないし、皆さん一回もあんまり、ね、磨いてないのよ、なのにこんな綺麗なの。いや、これなんだろう、プラチナかな、じゃあ、もしかして。そうじゃない、プラチナか、これね、え、高いんじゃない、これ指輪。だって普通錆びるじゃん、皆さん。シルバーでもさ、ねえ、ステンレスでもそうだし、ねえ、皆さん。そうそう、私ステンレスとかね、シルバーは結構ね、そうそう、そう、シルバー錆びるでしょ。ステンレスかしら、ステンレス。でもステンレスでもこんな重くないよね。ステンレスもっと軽いよ、ペラペラでしょ。結構重いのよ、この指輪。そう、重いの、これ。素材の刻印がある？ないよ、全然ないね。じゃあプラチナか。これもらったんだけど、皆さん、私ね、ほんと PT って、いや、かゆくもならない、なんもないよ。あ、なんか書いてる、待って、なんか書いてる、ちょっと待って、見てもいい？何これ、グラウン、何グラウンって、なんか グラウンって書いてる、なんだろう、知ってる、ねえ、何グラウンって。何これ、一体何グラウンって。ねえ、プラチナの名前かな、これ。じゃあもしかして、なんかねえ、グラウンって書いてるよ、グラウン、 GROWN みたいな。何これ、なんだろう、何それ、あれ、何この放送、あ、何これ。
もらったと思うこれ。彼氏にもらったと思うよこれ。うん、ねえ。PT。じゃあ違うのかもね。まあ別にいいんだけど、まあもらったんだよ。そう、もらったもの全然私ね、そうなのよ。結構ね、これだけはなんかね、伏せなかったわね。何かしら。うん、ねえ。私結構ね、彼氏からもらったやつ結構ね、置いとくタイプなの。うん、私結構。そう。うん。あのテレビも、今2階にあるテレビもあれ彼氏から買ってもらったテレビだしね。そうよ。そう、DVD プレイヤーもね、そうだし、みたいな。そう。ね、私結構ね、彼氏にもらったやつ結構ずっとね、持ってるのよ。ね、そう。いや、もったいないっていうか、まだ使えるし、みたいなね、ほんと。ね、みんな何捨てるタイプなの？あ、もう別れたからもポイってするタイプ結構。あ、S グラウンかな、知ってる？69号さん。どういう意味 S グラウンって。何それ、 S グラウンって。そう。何これ一体。なんか帰ってる。何それ、どういうこと一体。わかる？69号さんね。6ライン。わかる？ねえ。もしもし、ステンレスなんだ、ステンレスなんだよ、もうステンレスなのもいらないわ、もうこんなの。ねえ、何よ、ほんと。ねえ、ステンレスかよ、もうほんと。ねえ、高いと思ってたわ、ずっと、ほんと。ねえ、そう、恥ずかしいわね、ほんと。ずっとなんか、ねえ、高いもんだとずっと思ってたわ、ほんと。昔の彼氏にもらったのよ、ほんと。なんだよ、もう。ねえ、つまんないの。ほんと。そう。ねえ、つまんないの。あっそ。そう。いや、いいのよ、別に全然。分かっただけでよかったわ、ほんと。ねえ、ひーちゃんの気持ち素敵？あ、何が彼氏のもらったやつ？いや、でもこういうの分かれたら捨てた方がいいよね。ねえ。気持ちがやっぱほらね、宿るって言うじゃない、そういうのって。ねえ、あ、捨てられない、わかるでしょ、わかるでしょ。ねえ、売るとかなんかそういう風にした方がいいみたいな、やっぱり。でもやっぱ30万のダウンもらったらそりゃね、わかるのよ。30万のやつ、なんかあの高いやつね、翔くんもらってたでしょ、わかる。30万のダウンをもらったらそりゃ捨てられないのはわかるけど、隠しましょう、もう。そう。ね、あとああいうもの着てるとなんかちょっと投げたくなくなるわ、わかる。アイテムね、ほんとモンクレールみたいなやつ、そんなものを着て何よみたいな、高いもの着てなんか結構いいもの着るのねみたいな、わかる。やっぱみすぼらしい格好してる方がやっぱいいわよ。ねえ、わかる。配信切った瞬間、開けた瞬間、ダラダラって高級品をね、わかる。あの身につけようが別にいいけど、わかる。それ終わったらもうさね、ちょっと切ったらない格好してさ、ほんとね。そう。みんなのおかげでいい生活してるよみたいな。でもなんか首がよれてるよ、このシャツみたいな。そうって。でもそういうものは大切に着ようかなと思っててみたいな。あら、そうなのって。 T シャツ買ってあげましょうかって言って、ねえ、本当ですかみたいな。本当よって言ってね、本当。まあ来るわけよ、 T シャツがね、また。ねえ、わかる？ちょっとねえ、やっぱみすぼらしい方がいいに決まってるわよ、ほんと皆さん。ねえ、そんなでしょ。こんないい生活見せられても全然そんなさ、まあ、なんていうの、ぶっちゃけ面白くもなんともないもんだって。人間の心理としてはね、それ言っちゃだってそうでしょ。だってちょっとね、少しね、その方がいいのよ、だってぶっちゃけね、面白くないんだから、だってそう、そういう方がね、これで買ってって。わかる？これで買って、ひっちゃって。ね？これで買って、みたいな。これで、ね、なくなって、とか。わかる？ね、これでなんとか、ね、欲しいもの買って、みたいな。でしょ、ほんと。上手？私？これ、上手かしら、ほんと。ね、皆さん。そう？ね。
上手にやってるかしら本当、うん、いや私結構庶民よねえ、庶民の生活よ本当。だってこの T シャツだってね、皆さん去年私大阪で買ったやつだし、わかる？これね、値切ったんだかな私、高いから値切ってね、これ6000円ぐらいから4000円ぐらいかな、な値切ったのよこれ。だって皆さんね、私そうそう大阪の雨村で、私うん、ひーちゃんも影でまさか、何影どこ、何の影よね、何影って、そうこれ可愛いと思ってね、そうだよ私買ったんだよこれね。えよかった雨村、また今年も行こうかしら大阪に。でもなんかうちの母がなんか大阪に来るっていうから、え高利岡かな、好きじゃないって何が、えしゃあないでしょ、だって生活していく上で生りわいとして、皆さんお願いします投げてくださいって、もお願いしますって、別にあなたに別に言ってないじゃないのよねえ、投げるか投げないかはリスナーさんなんだから本当ねえ、別に言ったっていいでしょ、お願いします投げてくださいって言ってねえ、お願いしますお願いしますよ、そう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 ねえ、それじゃないと生活できないんだから本当、そうそうリスナーさん次第だから別にいいのよそんなの、たかろうがねたかってながね飛ばない時は飛ばないんだから、そうそう結局ね、そう私たかってないじゃないの全く、まあ、たまにたかるけどくださいっていうのはね、そうそうそうね、大阪の深いムチのお店ってまだそれ決まってないしね、まだ名古屋がまだ終わってないしみたいなね、ほんと名古屋終わってから考えるわそういうのはね、ほんとまだ名古屋のことすらまだ皆さん終わってないのにね、ほんとオフ会の人数だって全然増えてないし、ちょっと名古屋のオフ会誰か来てちょうだい、ちょっとあと10人ぐらい集めたいのよほんとね、誰かおいで遊びに、ちょっとうん、アムチンの店ならやめとくん、いや別に来なくていいし、そんなのいちいちね来ませんとかね、そういうのいらないからほんとね、うん、いや別にあなたが別に来なくても別にいいわよほんとね、誰も待ってないし、うんね、そう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 、何やめとくよね、アムチンの店だったらやめとくわみたいな、ほんとうんね、そうそう、わざわざ別に来なくていいよねほんと、そういうのやめてくれる？なんかねえ、そういうの書いてさ、ほんと。うん。なんそれは何なの一体。うん。ねえ。なんかの抵抗してるの？ほんと。ねえ。それは一体。そういうこと言って。ね、ごめんなさいよ、ほんと。ねえ。そういうふうに何？責められたいがためにそういうふうなこと言って、後からごめんなさいって言って、何？ねえ、ここの枠をなんかあれでしょう、下げさせたいかなんかでしょ、どうせ。ほんと、気持ち悪い。ほんと、いるのよ、そういう人。うん、ねえ、いじってくれるっていうふうに思って、作戦通りにちょっとコメント書いて、そこ続かれて、ごめんなさいとか言って、ほんとごめんなさいとか言ってね、ほんと。皆さんごめんなさい、ほんと、ごめんなさいとかっていうふうにずっとね、しつこく言う人いるのよ、ほんと。ごめんなさいね、皆さん。ほんとごめんなさいとか言ったら、また誰かがね、ほんと、ねえねえひーちゃん、だらだれさんがごめんなさいって言ってるんだから、もう許してあげたなみたいな言って出てくるわけよ、またおせっかいババアがね、ほんとごめんなさい、いいのよ、いいの、ごめんなさいとか言って、ごめんなさいみたいな、ほんと、うん、ねえ、ほんと気持ち悪いよ、ほんと出てくるのよ、そういう風にかばうやつがまた出てくるわけよ、許してあげてみたいな、お願いって許してあげてちょうだいみたいな言って、これだけ謝ってるんだから許してあげてとか言ってさ、ほんとねえ、めんどくさい、ほんとねえ、2人ともども消えればいいわ、ほんと一緒に、ほんとねえ、めんどくさい、ほんとに、うん、あこんばんはそうだよ、もうほんと2人仲良く一緒に消えればいいのよみたいな、だったらね、ほんと、いるんだよそういう人、ほんとなんかもうそう、大体わかるのよ、本当そういうのって、うん、あ、でも名古屋やります、皆さんね、名古屋、ね、そう、名古屋もうすぐですよ、皆さん、あと10日後かな、30日、いやー、これね、皆さん、イベント最終日とこれかぶっちゃってね、本当まあ、ね、ちょっとリアトツオフ会が終わったら、ちょっとね、イベント最終日でガーってやりますけど、これ最終日だったのよ。まさかの、なんで最終日30日なのよと思って、
普通しないじゃん30って。皆さんねイベントって見たのよ、イベント、今回のイベントね、今日からイベント始まってるでしょ。だ19、20日、21っていう風な3日間が前半戦で、22、23、24って後半戦が始まって、25日がお休みを置いて、26日からまた4日間、5日間かなイベントがこれ始まるわけよ。それ前半と後半戦のこう合体戦みたいになってるんだよねこれ、うん、だ8日間あるの今回のイベントの後半のイベント、うん、あ行きたいです。あら本当、ハートありがとう。行く、来る、オフ会、あじゃあ DM かなんか LINE くださいね、よかったらね、私の方に X と LINE の方に連絡くださいね、よかったら、うん、8日間だって皆さん、これは結構、これは結構ハードね、8日間、うんね、本当どうしたんだろうね本当。あもちまろちゃんありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ、どやさどやさどやさ、ありがとうございます。長すぎよ本当ね、長すぎよこれ皆さん、イベント、そうそう、お休みないじゃないの全くね、これでしょ、うん、お休みがないっていうね本当皆さん、これはねえ、だからちょっと気楽にやりましょうね、うん、今回はね本当皆さん、うん、気楽にやりましょうね、うん、ねえ、そう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 、うん、パニちゃんも出るみたいよ。あ萌えちゃんありがとうございます。こんばんは、まあ、ありがとうございます、ありがとうございます、きれいきれい、ありがとう、ありがとうございますありがとうございますね。ちょっと宣伝だけしとこうかな、宣伝だけね皆さんね、ちょっともう宣伝できなかった方、皆さん本当映画の撮影とかでね、で終わりました映画の撮影ね、皆さん昨日ですか一昨日ですかね、一昨日ですね、うん、ね終わってね、皆さんやっと終わって本当ね、もう無事に終わりましたね、映画の撮影終わって、どこ行ったかしら皆さん、ちょっと待ってね、ね、こちらで終わって、朝のね7時でした皆さんね、7時、朝の7時終わってね、あの朝焼けのシーンを撮りたいと、朝焼けのシーン撮りたいのみたいな、うん、ね、朝焼け何時からよみたいな、うん、6時半ぐらいかな、で6時半がそんな時間までずっと待ってないでしょ私みたいな、お願いって言って、そうそう朝焼けね、うん、朝焼け待ちでずっと寒い中ずっと待ってて、やっとやっと皆さん朝焼けが進んで、やっと帰ってきてお家着いてさ、あーよかったわーって言ってね、あー7時半だわーって言って、あのツルピンがねいちご狩り行く時にやっぱ自分で運転していくの危ないからツルピンお願いしたのよ、いいんですよ僕全然運転しますよっていう風にさ言ってくれてさ、ほんとんで家まで行きますよ8時ぐらいに、横浜まで皆さんほらね、混むから道がね、朝は日曜日は混むからさ、だから車で僕運転しますっていう風に言ってくれてね、本当で、あの来てくれてね、本当ちょっと30分だけ寝ましょう、30分だけって言って、ここで皆さん私30分眠ってたの、こうやってこの椅子のところで30分こうやってそうね、でピンポンになった瞬間はって言ってね、本当あ寝てたわみたいな、本当30分だで、こうやって言ってね、ほんとそうそう、すぐね起きられるように対戦してって言って、うんね、行きました、起きてね皆さん、そういちご狩り行ったでしょ、いちご狩り、そうそう楽しかった、いちご狩り、うん、ねいちご狩りでもさ、なんかそんな言ってさ2800円払ってさ全然食べられなかったわね、うん、いちごよ、いや甘かったっていうか、まあうん、そんな食えないわね、10個かそのぐらいよね、20個食べれればいいかなって感じよね、2パックぐらいな感じで、ほんとねえ食べれないし、皆さん結構探すの大変よ、だってこうさ食べれるものとかさどれなのみたいな、
ね、全部食べれないものばっかだったよね、ほんと。みんななんか引きちぎっちゃって、ほんと。全然。そうそうそう。しかもね、違うのよ。またね、ちょっとしか入れてくれないのよ、練乳のやつは。練乳持参したわよ、皆さん。もし行くんだったら、練乳で。練乳自分で、マイ練乳みたいなもの、ビビジャーってやって、わかる？もうほんと。そうそうそう。ねえ、ほんと、かけた方がいいわ。すぐなくなって、すぐまた持ってって、またすぐまたなくなって、またすぐもらいに行ってってすると、まためんどくさいじゃないの、ほんと。もう、で、練乳持参した方がいいわよ。あれ、ほんと。そうそう。なんとか練乳でごまかせてる感じするわ。皆さん。やっぱね、いちごはやっぱ冷たい方が美味しい。ねえ、皆さん、冷たい方が美味しい。うん。あ、ホイップなの。あ、生クリームってこと。ホイップまではないんだけど。そう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 、うんねえ、ほんと、うん、パクリ配信ばっかり、ひーちゃんはな、こういう風なカマチョが出てくるわけよ、皆さん。こうやってね、また出てきたでしょ、またこういう風にね、ほんと病気の方がまたいらっしゃいました、皆さん。うん、そうそうそう、ねえ、病気の方がまた出てきました、皆さん、ご覧くださいました。あ、ジェイちゃんありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ、どやさどやさどやさ、ありがとうございますね。いらっしゃいませ。病気の方ね、ほんとようこそ、うん、ね、うん、ここはちょっと違うね、あのところなのでね、別のところへ行ってください。あ、めいちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。違うのよ、ちはちゃん、ちゃ、違うのよ、このね、病気に何言っても皆さん無駄なのよ、病気には。わかる？うん、正論っていうか、そういう風な思いを言って無駄なの、全然わかる。読解能力ないからダメなの、何を言って無駄なのよ、ほんと。こういうのはね、無視。うん、あ、コウモギンちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。何がパクリなのみたいな、わかる、何がこれパクリなのって言って、みんなだってそんなやってること同じじゃないのっていう風に私も言ってたのよ、当時はね。うん、ね、ちょっとそうじゃないのっていう風に言ってたけど、あ、言ってもダメだって、うん、ね、あ、言ってもダメだって、この人は。あ、のんちゃんありがとうございます、そう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 、ね、あ、言ってもそう、かまってくれるっていう風に思うだけでダメなんだみたいな、こういうのは消そうっていう風な話よ。うん、ね、いや、こういうのは消した方がいいの、皆さんわかる？そう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 、うん、私は消すっていう風なこと。でもさ、他の配信者も最近消してるじゃん、もうピャって消してるでしょ、今の他の配信者も。あ、うざい、はい、ビチって消すでしょ。いや、私それでいいと思うよ、もう最近は。もうみんなそうじゃない？あ、うざい、消す、ビっていう風に消すじゃん、はい、もううるさいみたいな。私それでいいと思うよ、まったく。うん、ね、そう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 、うん、でしょ。え、見てみないふりっていうか、その言ったな、それをね、言われたところでさ、やっぱさ、気持ちいいわけ ないじゃん、絶対ね、言ったな。そう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 、いや、いいと思うよ、ブロックしても。だって全くで、ブロックするかしないか、だって本人だって、その配信者のだってね、勝手じゃない、だって。うん、ねえ、だ、そういう風に言われてよ、だって。うん、楽しい雰囲気だったのに、そういう風に周りの雰囲気がすぐ変わってね、そうそう、パフォーマンスのそういう風な能力が下がるぐらいだったら消した方がいいと思う、私は。うん、逆に言ったら、わかる？面白かったのにみたいな、わかる？こういう人が増えたせいでみたいな、つまらなくなっちゃってみたいな、わかる？その 1% の人のためにみんながね、労力を抑えてね、あえてするよりかは、その 1% を消しちゃってね、逆にその 99% を残したがまだ絶対じゃん、だって。でしょ？だって。うん。ねえ。だって消された当たり前でしょ？だってそういうのって。だ、消せばいいのよ、そういうのはうるさいからね、だって。ほんと。うん。ねえ。そう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 。うん。だって別に関係ないもんだって。うん。ほんと。って言ったら静まったでしょ、皆さん。ねえ。静まったでしょ、ほんと。うん、ねえ。ちょっとね、コメントも静まったでしょ。そういう風に言うとね、ほんと。あ、ブロックされるんだわ、みたいな。ねえ。あ、消されるんだわ、みたいな。うん、ねえ。あ、桜餅ありがとうございます。
でも、ね、いたちごっこだし、もうほんとねえ、もうちょっとねえ、ちょっとこう見せしめかなんかで誰かをちょっともうほんと引っ張ってきてもいいかもしれないね。ほんとどんなやつやってんだろうみたいな、ほんとみんなやってるけどね、開示請求みたいなやつ、私ずっと言ってるんだけどみたいな、もうねえ、そろそろちょっともう一人ぐらいはちょっとこうね、わかる？ショッピーってみたいな、うんねえ、いやショッピーちゃったら多分絶対に黙るよ一瞬で、いやショッピーったらびっくりすると思うよみんな、みたいな、ほんとそう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 ねえ、名前はバレるしみたいな、ほんとそうそうそう、相手の名前もね、あ KP ありがとうございますね、ほんとでしょ。で皆さん名古屋ですね、話をねそらしましたけど名古屋ですね、名古屋こちら。でもさ、私を叩くってことはさ、羨ましいんだろうねやっぱり、うん、いや羨ましいんだろうね、叩いたりとかこう、そういうのってやっぱ妬みだもん全部って大体、うんね、そう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 、うんでしょ、妬みでしょ、だってこういうのってだって絶対さ普通にでしょ、うんね、嫉妬かなんかでしょどうせこういうのって、うんね、はいはい、もう消しますもん、うっとうしいからもうほんとそうほんと、うん、はい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 、うんでしょ、嫉妬か多分なんかでしょきっと、うん、でご覧ください皆さんね、あ KP ありがとうございます、名古屋です皆さんね、ほんといやもういいのよ、あなたのプラットフォームはないのよ、もうここにはないのよ、うんね、そう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 、うんね、元の場所へお帰りなさい、ほんと、うんね、そうよ。でこちらご覧ください皆さんね、うん、嫉妬するなんて嫌、まあそのやっぱ私がうまくいきすぎてるからやっぱすごく面白くないんじゃないきっと、まあ認めたくないと思うんだけど、そんなことないとかっていう風に言うけど大体そうなんだよ皆さん、うん、ね、人が妬ましいとか羨ましいからそういう風に言うだけでね、本当そう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 、うん、そうよだって、うん、ご覧くださいこちらね、うん、めんどくさい、まあそういうのはもうほっとけばいいのよ、うん、ほっとけばだって自滅するよね、そういう人って、いや自滅するよそういう人は、ほっといて見ててごらん皆さん、ほんとねえ、私の周り全部自滅して聞いてるからねねえねえ、みんなね、私の歴史を紐解いたらめんどくさいやついっぱいいたんだよ周りに、いろんな人いたんだよ私に対するね、ほんと攻撃を仕掛けたりとかいたんだよ、いっぱいいたの、ほんと全員消えたんだよ、ほんと全員、うん、全員消えたの、ほんと、うん、ねえ、わかる？そう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 、目の前から消えたんだよ、ほんと、うん、ねえ、もう、じゃあ今落ち着いてる、うん、ね、心中お察し申し上げますっていう感じを、ほんと、レベル的に言ったら、みんな消えたる、一瞬で、うん、いたのよ、周りに、結構、たくさんいたのよ、うん、めんどくさいやつ。いたんだけど消えたのみんな。ほんね、本当に綺麗さっぱり消えたよね、本当。ね、まあどういう風なことが起こるかわからないけど、まあそうね。なんだろうね一体ね、うん。配信もできない、配信も見れないぐらい消えるってことはもうよほどじゃないきっと。ね。あんだけ粘着してねちーっていう風にしていた人が一瞬にしてピャッていう風に消えるってことはまあなんかあったんじゃないきっと、うんね、そう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 、うん、でご覧ください皆さんね、こちらですね、ご覧ください、うんね、3月の30日です皆さん、土曜日ね、13時から16時までね皆さんねえ、あのリアトツしますから名古屋でね、本当ねえ、あの隣県な方はぜひね、来てくださいね、よかったらね、うん、グッズを売ってますからね、あのアクリルキーホルダーと、そして T シャツと、そして DVD もね持っていきますからね皆さんねえ、いろんなグッズを持ってね行きますから、うん、
あ、DM と LINE 両方入れてしまいましたと。あ、わかりました。ありがとうございます。ねえ。シャンパンも持っていこうかしら。もうね、売れるもの何でももう売りましょう。ほんと。ね、売れるもの何でも売ってね。ほんと、皆さん。あ、おはようございます。ね、全部売れるもの何でも売っちゃって、みたいな。で、18時から、9時までかな、オフ会があって、まあ、オフ会は2,3500円です。あ、DVD4000 円です。うん、ね、そうそう。DVD がね、今ね、60枚かの予約入ってるのよ。60枚。そう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 。うん、ね、あと40枚ぐらい、ちょっとまあね、残ってるから、ちょっとね。売らないと。あ、もうすぐ発送しますんで、 DVD はね、お待ちくださいね。もう届きますんで、うちに。そう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 ね、予約した方、うん、オリジナルシャンパンはちょっといくらにしようかしらね。うん、ほんとね、もうちょい安くした方がいいのかしらね。まあオリシャンはいいかな、持ってかなくてもね、別に。うん、そうそうそう、なんか売るような雰囲気じゃないもんね。うん、ちょっとね、うん、グッズでしょ。グッズはね、あるのよ、実は。グッズ、これね、グッズあるのよ。ほら、こちら見える、グッズ。あ、どこ行ったっけ。グッズがね、これね、アクリルキーホルダーね、こんな感じ、うん、これ前回売ったでしょ。あ、こんばんは。前回売ったでしょ、アクリルキーホルダー。それのまあ第2弾って感じ、うん、これはこれ第2弾、新しいやつね、うん、これ可愛いでしょ皆さんね。いや、売れたわよこれ、皆さん。売れた、もう即売したわよね。もうあまりの速さに売れたわよ。もうあっという間に、ほんと100個すぐ売れたわよ、まさかの。うんね、えでしょ、ちょっと。え、買ってね、よかったらね、皆さん。またね、売ってるんで、よかったらね、皆さん、うんね、買ってください、よかったら。うん、そうそう。似てない、いいんだよ、似てなくて。ほんといいの、似てなくていいのよ、ほんと。そうそう、そんなの、雰囲気だよ、雰囲気。ほんと、そう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 、うるさい、買わないくせに。ほんとねえ、ほんと入ってくんねえ、ほんと、買わないくせに。ほんとねえ、しほんとねえ、ほんとよ、来ないで、ほんと臭い、ほんとねえ、臭い臭い、ほんとあっち行っても、ほんとねえ、これねえ。ねえ、汚いね、ほんと。汚い、ほんと。寄ってこないで、ほんと、汚い。ほんと。え、あ、キーホルダー。キーホルダーまだあるよ。うん。ね、販売終了じゃない、まだあるよ、キーホルダー。あるある。まだ、これから発売するよねっていう風な話。名古屋で売るよねっていう風な話よ。そう。ね、まあ、そういう感じ、皆さん。そう、まだ販売前なんだよ。ね、うん、ちょっと話聞いててね、ほんと、名古屋で売るからね。名古屋を、まあ、きっかけにこう売るから。まあ、余ると思うよ、うん。いや、余ると思う。うん、大丈夫、余るから。うん、大体大丈夫。うん、そんないないから、人。あたしんところ。ねえ、あたしんとこ来ないから大丈夫よ。ポツポツよ、ポツポツ。ねえ、奈々ちゃんみたいに、ギャーっていう風に並ばないから大丈夫よ。うん、ねえ、そんな。ちょっと来て、一人来て、途絶えて、みたいな。ちょっと暇だねって言って、で、次来ましたって、はいって言って、次来てくれて、みたいな感じよね、ほんと。30分ぐらいって来るよね、またね。来ましたって言って、はいって言って、そんな感じよ。ねえ、いらっしゃいませって言って、ようこそ。私のオフ会へようこそって言って。どうもって言って、こんにちはひーちゃんって言って、ようこそって言ってね、うん、何買いますかって言って、無言の圧よ、みんなこうやってって言って、そうそう
そうね、あ、 T シャツと T シャツとって言って、ね、ほんとアクリル金ホルダーももらおうかしらって、あ、本当ですか、ありがとうございますって言って、あとじゃあ CD も、あ、そうですかって言って、もうこの際ですから全部いかがですかって言って、ねえ、そうよ、わかる、あ、じゃあ全部ありがとうございましたよ、明日よ、ほんと、そう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 、ねえ、やっぱりね、ほんとねえ、無言の圧力をやっぱり浴びせるからかしら、やっぱりね、ねえ、無言の力かしら、無言の力、ねえ、そう、そうそうそうねえ、まあ、でももうそんな来ないよね、来ない来ない、そんな人いっぱい来ない、20人ぐらいじゃない、いつもね、2時間とか3時間やってだいたい20人からだいたい30人ぐらいじゃないの、そう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 、名古屋のリアトツ、名古屋に住んでるおじさんの友達が道がわかるから一緒に行きます。あ、わかりました。ねえ、これ、ねえ、彼氏、ねえ、彼氏でしょ、いじるからね、本当。誰その人みたいな。彼氏でしょみたいな。って言って。そう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 。ねえ、近かったら本当に行きたい、ひーちゃんに会いたい、来いやだったら、本当に会いたいよ、本当、ねえ、口だけばっかり、本当、ねえ、来る人は来るわ、本当、ねえ、本当に東京でもね、大阪でもね、来る人は来るわ、本当、新幹線乗って、バス乗ったりとかね、するわ、本当、みんな、私に会いたい人はね、どこでも飛んでくるのよ、本当、ねえ、本当、来なさいよ、だったら、本当、ねえ、会いに。本当よ、だろ、本当、そう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 。何や、何よ一体、ねえ、本当、っていうかね、昨日、あ、私ね、本当昨日良かったわ、本当ライブ。ねえ、ライブ終わってね、藤見ちゃんお化粧してさ、藤見ちゃんはまた綺麗にさしちゃったのよ、女装してね、皆さん、ねえ、藤見ちゃんなんか最近女装にハマってるのかしら。ねえ、なんか私も女装の服とか下着とかやっぱ用意 した方がいいわねみたいな、ウィッグもねやっぱ買った方がいいわねみたいなこと言うね、藤見ちゃんね。そうそう、ねえ、綺麗でしょ皆さん。でもね、出会い系で捕まえましょうっていう風にまたなったんだけど、また出会い系また投稿した瞬間またもうすぐ邪魔されたのよ皆さん。もうほんと投稿する前から、わかる？投稿する前にもうね、先にもうね、あの向こうね、もうあのその書かれてるのよ、あのスタジオ、浅草のスタジオね、あの無人の女装のなんかあれでしょ、あそこ行きたかったんだけど遅くなっちゃったのよ、そう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 ね、いやもう、いやもうバレちゃったんじゃない？もうほんと。そう、出会い系ね。ほんと、投稿する前にもこの人に注意してください、みたいな。今からその上に投稿する人です、みたいな。もうこう矢印こうしてんのよ、もうほんと。みたいな。なんで私がこの掲示板に投稿しようっていうふうに思ったのかしら、みたいな。そう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 。ねえ、バレちゃって、ほんと。そうよね、もうメール来ても皆さん帰ってこないの。やっぱその相手がやっぱ見ちゃうでしょ？他にも誰かいるかなって見たら、ってこれ今ね、あのみたいな、この文章の人に今メール送ったのにこの人たち釣りなのって言って、怖って言って、しかもなんか藤見ちゃんもさ、あのツイキャスのウラルも全部貼られててさ、ほんとでしょ。そうそう、藤見ちゃん綺麗に返信したのに、皆さん私たちほんとこれさ、悪意あるよねこれ。私こんな顔よ、この人に注意だって、これわかる、これもっとなんか他に可愛い画像あったでしょうよ、これ見て、これこれよ、これこれよ、何これ、ほんとねえ、じゃあもっと他あるじゃん可愛いのが、これこれよ、これ
なんでこの画像なのよ、本当。こんな気持ち悪い顔なの？本当ね。やだこれ、本当。ねえ、邪魔されてさ、本当。そうそう、いや可愛くねえだろこんなの全然。そうそう、本当。ねえ、邪魔ばっかりしてね、ほんと結局だからさ、出会えなくてどうするって言ってね、藤見ちゃんと私でさ、お出かけしてね、外でお出かけしてさ、そうそう、お出かけしてね、ほんと、そうよね、えそう、2人でお出かけしてね、もうほんと外でナンパしましょうっていう風になったんだけど、最後ナンパしちゃったのよ、皆さん2人とも捕まえちゃってね、ナンパね、え最後の最後にナンパしたのよ。あれ捕まえたよね、本当。サラリーマン2人ゲット、連絡先もゲットしてね、本当。もうチュッチュ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 してね、もう藤見ちゃんもチュッチュチュッチュして、私もチュッチュチュッチュして、イケメンだったって、片方は脱数句似てんね、藤見ちゃんとチューしたのは脱数句似てて、私がチューしたのは金梅さんそうそう、ほんと、うん、若かりし頃の金梅さんみたいな感じ、ちょっとそうそう、うん、脱数と金梅さんって感じ、うん、ねチューしちゃったわ2人で、うん、そうそう、ブチュブチュチューしてて、あーあーとか言ってね、おっぱい揉まれてね、ほんとお互いね、おっぱい揉まれて興奮しててみたいな、そうでもね、皆さんね、帰り際に指輪見たら結婚していたのよ、皆さん。ねえ、うわ、やだわと思って。結婚していたのみたいな、この人みたいな。うん、じゃあ、私とチューした金梅さんよ。ねえ、バツさんだっていう風にさ、言ってたのよ、バツさん。バツさんでまだこれ結婚してるところ、4回目と思って、これ結婚が。そうそうそう、ね、4回目の結婚と思って、どんだけ結婚すんのみたいな、もうほんとねえ、バツさんってもう諦めなさいと思って、結婚ね、ほんともう3回目ももう結婚したらもう無理だろう、ほんとどうなのかしら、ほんと3度目の正直かしら、ほんとそうそうね、指輪してるのよ、はあ指輪してるみたいな、うん、言わなかったあの時、指輪してるっていう風なことをリスナーさんとかに言ったら絶対うるさいから、もうほんとでまた来るじゃん、またうちすっごいのよ、ほんとねえみんなって言ってね、あの人ね結婚していたわとか言ったら、って来るのよ、ほんとお化けみたいに、そうよ、ほんとわかる、ムンクの叫びみたいに来るのよみんなね、ほんとみたいな、ほんとえ、いや来るんだよ、そうやってね、ほんとそう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 ねえ、でしょ、だからちょっと言わなかったんだよね、結婚してるってこと、あんまね、うん、エロなんかしない、中ぐらいよ、そんな中ぐらい別に全然大丈夫よ、そんなの、うん、女のチュッチュチュッチュぐらい、ほんとねえ、そうそう、あ結婚してるんだと思ってね、えこの人夜遅くまで飲み歩いてね、ほんと、あそうなんだなみたいな、うんねえ、でもね、なんか藤見ちゃんの方に、あダス君は藤見ちゃんのことすごいタイプなんだよね、あの金梅さんは私のことすごい好きだっていう風な感じだったんだけど、ダス君の方すごかったらしいよ、藤見ちゃん、うん、お尻入れたいとか言ってね、お尻っていうか穴に入れてあげたいとかっていう風に向こう言ってくるんだって、うん、エッチしたいとか言ってね、藤見ちゃんに言うんだって、ボソボソボソみたいな、そう、ダスークは未婚らしいんだけど、ほんと藤見ちゃんのお尻に入れたいとかっていう風にさ、やだもうそんなことダメよみたいな、そんなねエッチまでしちゃったな、でもなんかちょっと今度お花見行こうっていう風になって、お花見行くときはまた配信つけるんじゃないかしら、みんなのんけお花見行こうだって、皆さんどうする、ちょっとねえお花見行きましょうだって、そう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 、うんねえ、あのイケメンの友達紹介してあげるんだって、やだ行こうかしら、皆さんイケメンの友達紹介ねしてくれるんだったら、うん、
富士見ちゃん彼氏がいるのにいいのよ、彼氏公認なんだから、富士見ちゃんの彼氏がいいって言うんだったらいいのよんとね。えそうそうそう、あそうそう、若い子もね連れてくるってね言ってたもんね。そういえばそうそう、もう富士見ちゃんもうあなたもう MP がもう9万ぐらいまで、なんかね、何その、あの皆さん、あのツイキャスのお茶っていうのは3日間したら切れるんですかあれって。なんかね、藤見ちゃんいつも16万 MP をなんかこうキープしていたんだけど、なんかね昨日そのなんか金のお茶箱っていうのあったでしょ、金曜日にね、金のお茶箱で、金のお茶箱でビャーっていう風に上がったんだけど、その3日間はあんま飛ばなかったらしくて、すっごい下がったんだって。9万か8万ぐらいまで下がったのよ MP が。そう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 よ、もうね藤見ちゃんももうどうしましょうどうしましょうっていう風な感じでね、ほんと MP ほら下がっちゃったからさ、ほんとあどうしようっていう風な感じだったよね。そう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 ね、気が気じゃない感じだったよほんとね皆さんそう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 、3日間で消えるのねお茶って、あれすごいね、3日のお茶で16万をキープし続けてるんだよね、すごいねあれ。そう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 、うん、いやキープし続けるって結構大変よ本当。そうそうそうね、うん、そうよ本当。ここはほら MP とかないからね、あれだけど、そう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 ね、でしょ。何そばつゆを何買い忘れちゃった本当、うん、消えてね本当、うん、そう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 、うん、ね、うん、知らないわ、うん、そんなのね、そばつゆかなんかね、そんなの知らないし本当、消してあげるわコメントね、ちょっともうムカつくんで本当、ね本当、そう消えてね本当うん、うん、こっから消えてね本当、うん、もう出てこないでね、うん、ほんとそうそう、忘れたっきりもう帰ってこないで、ね、ほんと、うん、ここに来たことも全部忘れて、ほんと、うん、ねお願いねえ、うん、ほんとに、ねえ、だって邪魔じゃないの、ほんとでしょ皆さんね、ほんと、うん、あら横顔ちゃんありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、ありがとう、ありがとうございます。綺麗でしょ皆さん、綺麗でしょね、新しいあの皆さん春のアイテムだって、お花見のアイテムだって、もうすぐだってお花見だもんね、お花見皆さんね、そうそうそう、もう東京はもう皆さんもう開花してるわよね、もうすぐ開花するから、あヨピーちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。何桜ひろきバージョン、何何それ、何それ、何桜ひろきバージョン、何それ一体、うんねえ、そうよ、みんなでお花見している気分になるはなるか、そんなの、うんねえ、ひーちゃん桜といえば何の曲を思いますかと、そうね桜でしょ、ほら桜といったらあーたあれよ、ね、ケツメイシとかね、桜な一る中に忘れた記憶とよ、ね君の香り戻ってくるよ、ゆるりらひゅるりらひゅるりらなひゅるりらよ、長いわねあの曲ね、ほんとずっとあれ、男歌うね結構ね、カラオケでなんかあの歌歌うじゃん、なんか ラップのところ歌ったりとかしてこうね、あれでしょ、あーあーあーああと思うけどさ、ゆるりーらゆるりーらゆるりーらってゆるりーらゆるりーらってね、ほんとね長い曲ね、あれほんとね、いつまで続くのよ、もういい加減にしよう、終われや、もうほんとねと思うよね、ほんと何大塚愛って、大塚愛なんかあったねえ、なんかあったっけ大塚愛って、うん、あ松高子ね、うん、明日春が来たら君に会いに行こうでしょ、うん、ねえ明日春が来たらってね、ほんと言ったって皆さんねえ
どういうこと？明日春が来たらって。なんで明日春が来るってわかるのよ、本当。春って何？どういう風に自分で決めるのよと思わない？だってあれ。私いつも思うのよ、春って。ねえ。春が来るってどういうことあれ？一体。気温？なんなの一体。決め手は何？春の決め手は何なのかしら、一体ね、本当。よくわからないわね、本当。あれもね。そうね、春と秋最近ね、暑いかなんか寒いかっていう風な感じよね、ほんと。あ、朝倉桜っていざ咲き誇るってね、刹那に散りゆく定めとしてってね、やってるもんね、森山さんね、ほんと。あれね、あの歌いい歌よね、ほんと。森山直太郎ね、ほんと。ねえ。あの人ゲイかなと思ったんだけど、ゲイじゃなかったわね。私ゲイかなと思ったのよ、ほんとあの人。そう。ねえ。違ったわね、ほんと。ちょっとかっこいいね。森山直太郎ね。かっこいい。私好き。ああいう顔好きよ。森山直太郎みたいな顔。ねえ、そう。どう？かっこいいよね、森山直太郎ね。結婚してももう子供いるんじゃない？確か。ねえ、そう、面白いし。桜？何て言うか桜って。なんて言ったら、桜なんて言った？ねえ、なんだろう、あと他なんかあったっけ？桜の歌って。ねえ。生き物係とか言うわね。さーく、あーくらー、ひらー、ひらー、舞い降りて落ちてってね。悲しい歌。ねえ。あ、桜坂ね。愛としていたのに、春はやってくるのに、ってね。って。地味な曲ね、あれね。桜坂って。あれすっごい売れたのよ。桜坂って200万枚か売れたのよ、300万枚か。あれなんであの曲そんな売れたんだろうと思うよね。いや、いい歌なんだけど、そんななんかね、言ってさ、ものすごくパッとしないじゃないの、あれね。あれやっぱ福山雅治マジックかしら、やっぱそのね、雰囲気といい、なんかあれね、あの時人気あったもんね、やっぱり。春よ、大きい春よ、まぶた閉じればそこに、よね。そう。ねえ。ねえ、ユーミンね。ユーミン。そう。似てるでしょ？そう。ねえ。そうよ、ちょっと。3月9日、レミオロメンのやつ、もう卒業式終わったんですけど、ね、もう卒業式終わりよ。もう、だいたい、ムーミン？ねえ、ムーミン？こっち向いて。恥ずかしがらないで、もじもじしないで、おねんねんねんよね、そうね。ね、そう。でしょ？確か。ムーミンね。いや、ムーミンとか多分知らないと思う、今のね、若い子たちはね。ムーミン。そう。いや、そういう歌だよ、ムーミンって。ね、古いやつ、ムーミンね。そうよ。ね。でしょ？いや、そういう感じよ。ね。さあ、皆さんね。ちょっと宣伝がね、ありますよ。宣伝がね。宣伝。ここでまだ宣伝がね、あります。私の方からね、宣伝しないといけないことがあるんですよ。ね、こちら、ご覧ください。ね。はい、ご覧ください。悪の3つ、愛すべきからのね、DVD が、なんと皆さん、出ました。ね。こちら、2作品が1枚になって、なんと お値段、送料込みの4000円ということで、皆さんね、こちら。ね、本当。今のところ60枚予約が入っています。皆さんね、2-in-1 コレクターズエディションということで、皆さんね、こちら、ね、NG集もあり、ね、DVD 特典映像もありということで、皆さんね、ぜひね、持ってない方はぜひね、買ってください。ね、そう。もう予約した人いるのかしら。ね、ほんと。
これいいでしょ、予約した方ね。そうよ、待っててね、皆さん送りますからね、本当ね。そうそうそうね、ぜひ予約してね、本当皆さんね、待っているわ本当。そう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 、うんね。さあちょっと早いけど、ちょっと企画しようかしらね、もう本当ね、企画しようかな、とりあえずね、ちょっと今からね、本当。あ、私今日ね、車でこう赤信号止まってたのよ。そしたら横断歩道から、あ、匿名さん、あら、誰かもわかるわ。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ、どやさどやさどやさ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。私今日ね、すっごいあのびっくりしたのよ、ほんと。もしかしたらもう事件に遭遇するかもしれないわっていうぐらいなね、感じなんだけど、皆さん本当ね、あのね、私赤信号止まってたでしょ。そしたら横断歩道からさ、こう男性がさ、あ、女性が、女子高生の子が、あの横断歩道渡ろうとしたのよ。そしたらトラックがこうやってきてさ、トラックがこう曲がるんだけど、危うくね、女子高生の子がちょっと止まったからよかったけど、横断歩道ね、ブーンってきてね、ま、曲がろうとしたんだけど、トラックのうんちゃんも気づいてキキって止まったんだけど、あれ普通に渡ってたら普通にあれ死んでたわね、女の子、女子高生の子、見てなかった、トラックのうんちゃんが巻き込み事故みたいな感じで、もう手前の方で危ないと思ったんだろうね、女の子が。トラック見てないのよきっと。そうそうそう、視界の問題かしら、多分視界が、うん、どっちが悪いか、トラックだろう、どう考えても。そうね、ほんと。トラックだろう、どう考えてもね、あんなの普通にさ。そうそう、普通チェックするよね、チェック。そう、ちゃんとこう来てないかどうかなんて。わかる？こうやってこうやって、わかる？こう見てさ、ほんと。ねえ。いや、危ないよ、ほんと、皆さん、あれ。ね、今、多いのよ、事故が、皆さん、ほんと。ねえ。事故多いから、皆さんほんと最近ね、ほんとでしょ。でもさ、運転手行って止まったのよ、あの、あ、人がいると思ってキキキキーっていうふうに急ブレーキよ。そうそう、でも急ブレーキなんだけど、横断歩道の真ん中まで来てたの、わかる皆さん。ということは、もし女の子がもし歩いてたら、バーンっていうふうに止められても、バーンっていうふうに多分さ、あれだよね、突き飛ばされたよね、絶対にバーンって言って。そうよ、わかる？渡る時に危ないと思ったんだろうね、女の子は。これは、トラック多分止まってくれないっていう風に多分思ったのかわかんないけど、手前に止まったのも、そう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 ね、危ない、皆さん本当。でもね、自転車とかも結構ね、危ないのよ本当。自転車とかも結構ね、ほんと思わない？なんか自分たち別になんか無理して別に割り込んで別に走ったって別になんか問題ないでしょっていう風に、トラックも、あの自転車も結構ね、荒い運転しない？結構。いや本当にもうなんか、いや、トラックは信号無視じゃなくて全然、いや青なんだけど、だって歩行者の方は、あの、だって、あ、なんていうの、こう、わかる？青だし、青じゃん。青と青でしょ、だって。わかる？言ってること。そう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 。私止まってる。反対側青。ね。歩行者のところも青。そう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 。いや、危ないのよ、ほんと、皆さん。たまに、自転車とかもね、普通に急にピャッっていう風に出てくるのよ。うちほら、足立区でしょ、ほんと。出てくるのよ、シャッ。出てくるに、あーって言って危ないと思って思うんだけどね、ブレーキ踏むでしょ。そしたら向こうこうやってって言って、何この車みたいな、向こうもね、すっごい睨んでくるのよ本当。そんな皆さんね、本当わかる？いや確かにね、徐行はするよ、徐行はするよ皆さん、徐行はするけど、急に出てきたらびっくりするでしょ本当。わかる？びっくり。そう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 ね、ビャッっていう風に来るのよ皆さん、あれ本当ね。じゃあ、だって皆さん自転車でもさ、一回止まってね、
右と左ぐらいにちょっと見るよね、ちゃんとしっかりチェックするの。私もそうよ、ほんとチェックするもんだって。乗るから自転車ね、こうやってこうしてね、見たりとかしてちゃんと見てチェックしてね。うん、皆さん車止まってくれないのよね、ほんと。そう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 、信用しちゃいけないわよ、ほんとね。車が止まってくれると思ったら大きな大間違い、皆さんほんとね。そうよ、最近多いのよ皆さん、ほんとトラックにはねられましたとかね、車にはねられましたみたいな事故多いじゃない、結構ほんとでしょ。そう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 、うん、チャリを右側に走ってたら青切符え切られるようになったの。そうなの、チャリンコって何、左側でしょ、右側走って、右側走ってる人いっぱいいるよね。だってイヤホンとかして携帯電話触って、あ怖っ、思わない、あれあれ怖いわね、あれイヤホンしながら運転してるのよ、あれ怖いわね、思わない、よくできるよねあんなの。普通に音をかき消すっていうのは分かるけど、私基本的に音楽聞くってあの電車の中なのよ、イヤホンするときって電車がそういう新幹線とかで聞くのよ。なんでかって歩いてるときに車がピュッていう風にさ来るときってあるのよ皆さん、ほんとふんふんって思ったらヒュッて来るときあるから、ほんとそうそう、常になんかこう意識してないと怖いじゃない。なんかよくなんかみんな携帯触りながらこうやってイヤホンしながらこうやってこういう風にできるでしょ。いやできない、ほんと周りの音がわからないってちょっと怖くない、だって。そう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 ね、16歳からなの、切符切られちゃうの、青切符、免許証ないじゃないの、うんね、免許証もないのにどうやって切るのよ、本当。そうそう、確かでも自転車の飲酒運転もしバレたら普通に車の免許持ってる人確か点数切られちゃうんだよね、確か。それはなんか私知ってるのよ、うん、そうそう、確かそうなのよ、うん。あ、キックボードわかる、キックボード突進してくるもんね、ほんとあれ。ノーヘルで、ノーヘルメットで20キロ30キロの20キロかなんか速度で突っ込んでくるのよ皆さん、怖くない、ほんと。20キロよあれ、スピード結構出るのよ、スピード20キロってビャーってくるのよ、ほんと。そうそう、あれあれ怖いわよキックボード、あれほんとね。えでしょ、あんなのどうすんのよ、跳ねたら。皆さん ノーヘルメットで跳ねたらあんなのでしょ、あえて怪我さして、ほんとでしょ、私たち逮捕よ、ほんとねえ、私捕まるわよ、ほんと。うんねえ、いやいや向こうが飛び出してきたんですよって言ったとしても、皆さんこれよ、私たち、そうよ、これはこういう風じゃなくてこうよ皆さん、ほんとこれ私たちこれなのよ、うん、ほんと無所に行くのよ。20、いやあの48ね、48時間私たち拘留されるんだから、人を跳ねたらね、ほんと。まあそっからどういう風になるか分かんないけど、ほんとそう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 、うん、なるよね、捕まるよ私たち、私たち留置所入るのよ、警察の本当よ、入るのよ本当。いたもん、私の友達入ったもん、車で跳ねて相手を怪我させて入ったわよ、うん、うわーみたいな、本当ねえ、うわー本当ってねえなるよね、本当。相手渋滞になっちゃって、跳ねて渋滞になっちゃって逮捕ですみたいな、って逮捕みたいな、うん、留置所みたいな、いやうん警察署、うん、そう警察署に、そうそう入ったのよ、うんね、怖いわ皆さん、気をつけないと本当運転、うん、そう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 、こっちが気をつけてもな、皆さん気をつけましょうね、車の運転は本当ね、そう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 でしょ、ちょっと、うん、私思ったわ本当ねえ、我が身だわ明日はみたいなでしょ、もしかして皆さん私が捕まったりとかしたらどうするのよ本当でしょ、そうそうそうねえ、みんな面会来てよ本当、私が捕まったらねえ、うん、面会来てね本当、ちょっと
遊びに来て、ほんとね、面会に来てちょうだい、ほんとほんとねえ、そう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 でしょそう、差し入れ持ってきて、ほんと皆さんねえ、雑誌がいいわ、雑誌が。あとお洋服持ってきて、お洋服フリルのついたやつ持ってきて、パジャマとか可愛いやつ持ってきて、ほんと皆さん、うんねえ、こうあのひらひらしたやつ持ってきて、ほんとそう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 、うん、フリルのついたやつね、スカートとか持ってきて、ほんと可愛いやつね、私お洋服いっぱい、あの着るから。雑誌何がいいって、雑誌はそうね、ちょっとなんかこうどうしようかな、雑誌はちょっとそういうあのあれ無理なんだよね、ヘアヌードとかなんかそういうものね、そういうなんかエッチなものは絶対禁止だしみたいな、そうよね、うん、そうそうそう、芸雑誌とか無理だもんね、だってね、ほんと、うん、そうよね、うん、いや厳しいのよ結構ね、うん、ね、あクロスワード、うん、何でもいいやもんね、そうクロスワードいいや、別にそういうの私好きじゃないのよ、うん、ね、ちょっと漫画持ってきて、エッチなやつ一回通してみましょう、うん、ちょっとエッチなやつ持ってきて、うん、ね、漫画のやつ、うん、ちょっとね、あるじゃん、なんかそういうのって、うんね、男と女がなんかほら、男同士でもいいけどね、別にいいんじゃない、エッチなやつ、別にエッチなやつは別に問題だと思うよ、そういうね、そうちょっとなんかエッチしてるやつあるでしょ、ほんと、そう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 、うん、ねえ、でもなんか女性が描いてる目線の漫画だね、うん、分かってない、ほんと女性のなんか女性の目線のそういうあの BL 漫画とかあるんだけど、あれ全然ダメ、あんなの全然興奮しないわよ皆さん、あれ、うん、ちゃんとお尻ちゃんとしっかりとこうグリグリしないとダメよ、いきなりだって挿入してるんだもん、あれ痛いわよちょっと、あれ全然ダメ、分かってないわね、あれ、あの漫画はちょっと、うん、ちゃんとあのクチュクチュしないと、前儀しないと、女じゃあるまいし、女はいいじゃん、ちょっと興奮させれば、メリメリメリって横からなんかほら穴から出てくるじゃない、あの液体みたいなやつでしょ、男はなんかそんなん出てこないから、ケツからね、ほんとでしょ、ケツから出てこないじゃん、うんこしか、そうそうそう、ちゃんと綺麗にこうお尻をこうほぐしてほぐしてっていうところでまたちょっとこう持ってかないとやっぱダメよ、漫画は、うん、ね、指を入れてねほぐしてあげるとか、そういうところもちょっと描かないと、うん、なんでリアルに描かないのよ、ほんと、うん、あそう、 BL ってそうボーイズラブの略よ、うん、あの不女子、うん、あそういう漫画がね好きな人いるのよ、ほんと女性でも、うん、食事中関係ないわ、ほんと私の放送だわ、ほんと、うん、うっそー、好きなの小学生、そういう風などれぐらいほぐすの、ケツの穴をってこと、そうね、ケツの穴はだいたいそうね、まあうんと、まあそうね、まあそうね、ちょっと恥ずかしいんだけど、まあだいたい10分とか20分とか、まあだいたいまあそうね、まあ30分とか、まあゆっくりほぐしてあげた方がいいわね、ケツは、そうそう、無理やりダメよ、突っ込んだら、無理やり突っ込んだらほらね、え、ほんと皆さん最悪人工肛門なの知るからさ、ケツいるのよ、そういう人って、うん、人工肛門になってもうほんと取り返しつかない人いるからさ、いるよね、ほんといるわよ、いる、うん、マジよ、いるわよ、ほんと、いや危ないのよケツって、うん、でダメよ無理やり、だからそういう風にあのね、そうちゃんとやらないと、お尻はね30分ぐらいかしら、うん、もっくんって何よ、うん、ね、何もっくんって誰、元木ってこと、うん、ね、どうなるの、出るの、何が、ケツ、ケツをほぐすとってこと、ケツをだからゆっくりゆっくりほぐして大きくしてあげるのよ、だって無理やりそんなでっかいものをケツに入らないでしょ、だピアスと同じよ、うん、え、渋垣隊のもっくんって人工肛門なの、知らなかったわ、本当、なんで人工肛門なの、もっくんが、え、もっくんってあのあれでしょ、皆さん、あの俳優さんのでしょ、元木じゃないの、だって、えー、人工肛門だったっけあの人って、うん、え、嘘だ、嘘、
嘘だそれ、嘘でしょ。そんなん皆さん聞いたことある？いいね、ありがとうございます。おむつなの今。そうなの？うん、なぜ、うん、おむつなの今。知らない。うん、ねえ、ほんと中井美穂って何よ。古田の奥さん、ほんとミポリンじゃなくて、ほんとねえ、うん、あ、そう、病気かなんかなのこれって。人工肛門になるって。うわ、やだー、それ。私ね、無理やり突っ込まれるの結構興奮するのよ、ほんとねえ。私忘れもしないんだけど、私ね、あの出会い系とかでさ、出会った人でさ、いるのよ。あの昔広瀬香美の旦那さんいたでしょ、あの大沢たかおに似てるあの人がいたのよ。でうちに あの来てくれてね、すっごいイケメンなのよ。スーツ着てさ、かっこいいのよ、ほんと。でサッカーしてるから、なんか体つきがものすごくガッチリしてるのよ。いやーんと思ってね、ほんとこんなイケメンとね、まさか夜を共に過ごすなんて思わなかったわと思ってね、ほんとね。でニコニコして優しいのよ、ほんとね。もうお願いよみたいな、あの挿入してちょうだいとか言ってね、わかりましたとか言ってね、挿入するんだけどさ、俺が結構ね、彼のチンチンでかかったのよ。お願いゆっくり出てねみたいなね、指で一応ほぐしたんだけど、とりあえずゆっくり、あ、これはちょっと、ああ、ちょっと待って、あ、ちょっと待ってちょうだいって言ってね、ほんと、ちょっとこれはもしかしたら、ごめんなさい、こんな話しちゃってね、こんな話してごめんなさい。で、あ、ちょっと、あ、どうしましょうって言って、あ、でもゆっくり入れて、ゆっくりよって言ったら、向こうがズブズブズブって言って、ああって、なんでそんな いきなり激しく入れるのって言って、いう風なことはあったわね。感じちゃったわ、ほんとね。あーいやーよね、あーいやーよ、ほんとあーいやーよ、ほんと、うん、そうね、あーいやーよ、うん、いや気持ちよかったっていうか、まあ痛気持ちいいみたいな感じもちょっとね、イケメンにそういう風にいじめられてるっていう風なことが、またちょっとなんかこう興奮しちゃったわね、ほんと。そうね、いや、そういうのがあったわね、皆さん。うん。ねえ、ほんと、覚えてるわ。また会いたいわね、ほんと。ねえ、会いたいわね。何回か会ったんだけどね、それからね、2回、3回。3回ぐらいあったかな ?4 回ぐらいあったかな。そう。うん、ねえ。もう、あの、会ってませんね、ほんとね。うん、全くね。うん、そうよ、また会いたいわね、ほんと。うん、ね、ほんと。まあ、なんせほら皆さん、私ないからさ、出会いがね、ほんと、出会いがさ、でしょ。だって藤見ちゃんところもそうじゃん。誰か藤見ちゃんと付き合いたい人いるって言って、いるって言ったら、あの今の彼氏がはーいっていう風に手挙げたのよ、コメント欄で。で、藤見ちゃんも誰かいい彼氏さんを探さないとねって言ったら、そんないるわけないわよって言ってね、ほんと、ズームいいよみたいな、そんないないわよみたいな、ねえ、いないわよ、そんな人なんて、この枠ババアばっかりよとか言ってね、ほんと、ババアばっかりでどういう風に探せって言うのよとかっていう風にさ言ってて、そんなわかんないじゃないのって言ってね、藤見ちゃんと誰かいる、付き合いたい人手挙げてって言った瞬間さ、誰か一人ポツンって言って、はーいっていう風にね、手を挙げたのよ。それが今の彼氏、皆さん。本当にって、あなた本当真剣に藤見ちゃんと本当に、ね、彼氏になりたいっていう風に、本当に付き合いたいと思ってるって言って。ね、付き合う前提でそれ言ってるのって言ったら、はいって向こう言うのよ。じゃあちょっと藤見ちゃん DM 送ってって言って言ったら、DM 本当に送って、そっからなんか連絡の取り合い始まって、じゃあ実際会いましょうっていう風になって会って、あのお付き合いが始まったっていうね、皆さん。すごいよね、本当でしょ。いや、そういうのってやっぱあるんだね。そう、私キューピットなの、キューピーサープクッキー、タラタッ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 タラタッ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 タよ、タラタッ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 タンタンタンよ、タラタッタッタッタラタッタッタッタラタッ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 タよ。うん、そうよね、でしょ。うん、
そうそうそう。でしょ？この番組は、キューピッドつってね、ほんと。そうそうそう。でしょ？うん。まあ、そういう感じ？ちょっと。うん。だってこう、ナナちゃんとかもそうじゃん。ねえ。誰か私と付き合いたい人、いるのかしら？みたいな言ったらさ、ねえ、出てくるわけでしょ？そうやってなんか LINE がバン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 、こう、彼氏募集とかなんかやった瞬間にバン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 、来るわけじゃない。ねえ。よね。そうよ。ほんと。もうよ。ねえ、ほんと。ねえ、そうそう。最近、あの別にもうあのひどなさ、あのひーさんの力は別に借りなくても、私別に一人で配信もできるし、あの閲覧も相手のも結構最近増えてきたから、まあ別にもうあのコラボしなくてもいいかなって、最近結構断ってます、コラボ。そう。うん。そう、もう別にもういいかなみたいな感じでね、私の時代がもうすぐやってくるかなみたいな感じで、うん、今やってるんですよ。みんなみんなよ、ほんと。そうよ。まあそういう感じ、皆さん、あの流れで言ったらこういう風な感じかしら。うん。でもいる？こん中で私のことさ、付き合いたい人いるのかしら、男でね。一回言ってみようか。ね、男で誰かいますか？手を挙げてください。よかったら赤出しで。今いる？こん中で手を挙げて。いますか？いる？いない？いる？いない？ねえ、いない、いない。いないんだわ、ほんと。いやいや、いるってこれ違うじゃないの。タヌキなんか別にもうどうでもいいのよ、ほんと。ねえ、女の寄せてみたみたいな人、ほんと。ねえ、タヌキは全然人間だと思って、まあ、人間だと思ってるけど、別になんかね、もう論外よ、ほんと。うん。そうそうそう、ほんと。で、ちょっと、誰かいないの？あ、やっぱでもさ、赤出しができないっていう時点でもうダメだよね。じゃあ、赤出しができませんっていう時点でもう無理よ。だって、そっからも無理よ。だって、出せないんだもん。だって、自分のこと。わかる？自信を持って僕は全然あの付き合いますよっていう風にね、手を挙げてはいっていう風にさ言えない時点でもうダメ。もうその時点でもう不合格よ。うん、悪いけど、いや、ね、ちょっとなんか恥ずかしいみたいなね、本当ね。だってそんなタヌキでコメントしない、ちょっとそんな赤出しした時にそうやってみんながね、また何か言われたりとかしたらまた嫌だしみたいなさ、本当気持ち悪いわね、本当ネクラだね。えへっぱつけないとちょっとね、あのバレたらめってみんなにそうやって叩かれるし、なんかね、えへっぱだと自由にコメントできるから全然全く怖くないんだけど、でもね、赤出ししたらまたそうやってみんなにネチネチ言われたりとかしていじめられたりとかするから、一応だから葉っぱをつけてコメント してるんです、こんにちはタヌキですみたいなさ。でしょ、どうせあんたたちなんてどうせそう言うでしょ。だって結局はタヌキの正体よ、これ皆さん、タヌキの正体を誤爆してる、どうしよう、誤爆してまたそうやってみんなにいじめられるんで、またそうやって、怖い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 。ねえ、ほんとよ。誰かいないの？男の人で誰かいないの？手挙げて、ほんと。ねえ。そう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 。ねえ。誰か。違うわ。誰、山下清よ、ほんと。おにぎりがだ食べたいんだなんて、ほんと。これ、愛子ちゃんでしょ、ほんと。あたし、あたし、奈々ちゃんと一緒に、あれなのよ。一緒になんか、一緒になんかまた会いたいなと思ってるんだよ、みたいな。ね、うん、そうよ。そうよ。愛子でしょ、愛子。ほんと。うん、ね、
ちょっと誰かいないの、男の人誰か一人いない、手挙げてもいいから。あ、ありがとう、かほちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。誰かいないの、本当マジで本当ね。塩顔ソース顔どっちが好み？どっちでも OK。もう全く何でもいいよ。デブでもいいし、まあ、デブはデブでもなんかすっごいデブやだけど、本当もう本当病気みたいな人、わかる本当ね、風船みたいな人、わかる？なんかプワーって人わかる？プワーってじゃん、プワーってなんかもう本当ね、スポーツも何もしてませんみたいな、わかる？もうボン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 みたいな、わかるね？本当。そう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 、オペラ歌手みたいな、わかる？なんかこんないるじゃないの、ねえ、こうそうパルパルみたいな、こうねえ、こんなでっかいのよ本当ねえ、わかる？ゴスペルシンガーみたいな、いいじゃんこんなでっかい、オペラシンガーみたいな、あーみたいな、いいじゃんこんなでっかい人、知ってる？なんかいるじゃん、なんか、ああいうのダメよちょっとね、あそこまでちょっと無理ね私はバーガーありがとうございます。配信者っても男の人ってモテるんだよな、それなんでかっていう風な話になったんだけど、やっぱりやっぱその人気者をやっぱり手にした自分ってやっぱり素敵でしょっていう優越感みたいなものを慕ってるんじゃないかなっていう風な話にもなったわけ、昨日藤見ちゃんとね話してて、なんであんなさあね配信者ってあんなモテるのかしらって言って、やっぱ人気な人ほどやっぱモテるじゃない、やっぱそうそう、やっぱそういう風なみんなから注目を集めて人気者の人を私はゲットして、それはすごいあのいいでしょ、羨ましいでしょっていう風に思ってる人もいれば、もう純粋にね皆さん、もしかしたらそういう体型が好きで、そういう中身もちょっと好きでっていう風に思って付き合ってる人もいるかもしれないね、やっぱり、でも配信者でっていう風なところはあると思うよ皆さん、やっぱその配信者でお金もあってみたいな、わかる皆さん、そういうねやっぱ好きじゃない、やっぱ皆さん地位と名誉のある男性ってやっぱちょっとかっこよく見えない、やっぱ私もそうよ、やっぱ見ててあの社長さんって見たら、あら社長さんなのみたいな、あら素敵ってわかる、やっぱちょっとこう変わるもん目がってねえ、でしょ皆さん、やっぱやっぱお金のある男性もやっぱ好きだ、そりゃそうよ、だって皆さんお金がない人間で何も人気のない男誰が好きになるのさ、ほんとね皆さん、ほらお金があってわかる、そりゃね人気があったらこりゃあらって思っちゃうわ、やっぱりねえ、わかる、それだけ人気があるってことはさ、皆さん人を引きつける力を持ってる魅力をあるってことでしょ、だってねえ皆さん、そういうことよ、だってそうそうそうでしょ、人寄せつける力を持ってるってことはそういうことよ、だって皆さん、それはもうセンスの問題よ、センス、ねえセンス、ねえ努力ってねいるんだけどね、皆さん努力もあの配信するって努力して頑張ればいいんでしょっていう風に思うけどさ、努力だけでは賄えないものって結構皆さん、私はもうずっとやってきて思うわけよ、やっぱりね、あるよね皆さん、やっぱね努力だけではちょっと補えないものってやっぱりあるんだわみたいな、わかる、そういうセンスとかわかる、ちょっとね、頭のその起点のなんかそういうものとか、ねどうしたらそこの成功までたどり着けるかなっていう風な、なんつうのかな、そういう計画性っていうの、ね、ここまでこうしたらいけるのかなって、どうしたら最短ルートでできるかしらっていう風に時間をかけずにね、ちゃんと効率よくできるのかしらっていう風に思える人って皆さん、それはね賢いと思うよ、やっぱり、そうそう、そこは努力だけではちょっとねまかないなと思うわ、容量のいい人じゃあ01とか容量がいいと思うよ、やっぱり配信のそういうセンスもあるけど、やっぱりそのちゃんと容量の良さっていうかね、ちゃんと分かってるじゃない、あこんばんはだってでしょ、だってもうまんまとそういう風な配信マジックにみんなもうあのね
でしょ、ハマってるしどっぷりと、うん、私のこと覚えていますか、誰でしょう、ナナモちゃんって何、一体な、怖いな、なんかねえ、私のこと覚えていますかとかっているのよ、たまになんか私のこと覚えてるって、誰ですかって言って、ひろき、私のこと覚えてるって言うのよ、え誰って言って、中学校の同級生の〇〇よとか言って、みたいな、うん、なんでここにいんのみたいな久しぶりとかって来るのよ、ほんと嘘でしょって言って、本当にって、本当よって言って来るのよ、本当に、ねえねえひろきみたいな、実はみたいな、この放送ねもう一人見てる人がいるのよって言って、え誰誰みたいな、ひろきのお兄ちゃんよって言って、って言って、実はひろきのあのお兄ちゃんにも教えといたのよみたいな、ほら見てるのよこの放送、一緒に今見てるよとか言うのよいやほんとねえ、バレたわよ、ん、僕のこと覚えていますか、 TikTok でよくギフトを投げています、やめて、もうほんと皆さん、もうほんとやめて、もうほんと皆さん、もう私のこと覚えていますか、私のこと覚えていますか、私のこと覚えていますか、やめて、もうほんと、へえ、もうやめて、もうほんとじゃあもうやめて、ほんとねえ、覚えてません、もうほんと全く、うん、ねえ、何ななもちゃん、一体突に上がってきたの、あなた、あ覚えてるよ、あのヤミーちゃんのところにいる人だよね、知ってる知ってる、覚えてるよななもちゃんね、そうそう知ってる知ってるね、うん、ヤミーはなんでムッコさん谷口さんに対して優しいのかな、知らないです、そのムッコさんって人も知らないし、谷口さんのことも覚えていないわ、うん、そうそう、あの日のことを覚えていますかって、なんかそれあれだね、本当なんか地震のなんかあれだよね、震災みたいな感じだねそれね、本当あの日のことを覚えていますかみたいな、うん、うん、え、ななもちゃん、ほんと私は何にも知らないの、何もわからないしね、ほんと、うん、あのちょっとね、ちょっとわからないな私はね、何にも、うん、ごめんなさいね、ほんと何にも知らないし何もわからないのよななもちゃんね、ほんと、うん、ペヤング4種 4, 4, 何4種4味ってはっきり書かないのなんでですかと、だって別にさ、野獣馬なんかいらないもんだって、わかる？今日来てるリスナーさんだけね、一緒に盛り上がりたいって感じ。私は結構ね、擦れてるね私。うん、ねえ、だってどうせね、書いたところでさ、来ないわよ誰も。おすすめ規制なのに本当。ねえ皆さん。そうね、おすすめ規制でね。誰が見るのよこの放送。わかる？それでも700人見てるのよ、逆ね皆さん。ありがたいことよ、おすすめ規制でね、本当。おすすめ規制で2年目皆さん、もうそろそろさ、ね、解いてくれてもいいんじゃないのと思わない、本当。そうそう、長いよねおすすめ規制になってから、私皆さん本当うん、ヤミーは私に対して何なのよこの人、一体ナナモちゃん、分かったわね、冷たいのね、ほんとそうなのね、うん、よかったわね、うん、ごめんだけどなぜタークのこと今相談しているんでしょうかって、誰このナナモちゃんが、闇を呼んで話をしましょう、今ここで、今私今からここからあの焼きそば食べるんだけど、ちょっとこれからメイクしてね、なんかまたねアホみたいなメイクして、あの焼きそば食べるんだけど、そのヤミーさんをなんでここで呼んで話をするの、一体意味がわからないわ本当、うんね、もうさっぱり意味がわからないのよ本当、うん、そう、ななもちゃんは一体何なの、一体、うん、そうそうそう、うん、相手も投げてるの全然、うん、ね、相手も投げてないのに本当ね、何が話を聞いてよ本当ね、こりゃね、相手も投げてる人だったら忖度でちょっとね、とりあえず、あらどうしたのって言ってね、どうしたのって言って、何かあったのって言って、ほらそうよ皆さん、大体ね、ほら皆さんそうよね、だって病院行ったってお金を払わないと
先生は話を聞いてくれないわけでしょ。だってほらそうよ、おりゃ、ね、あらどうしたのってなんかあったのって言ってねえ、あらってほら私だって親身にお話を聞くわよそりゃねえ、そんなのそうなげーほんとねえほんと。でも確か電話番号知ってるはずよね、私の電話番号となんかその LINE かなんかの QR かなんか知ってるよね確か。なんか前教えた気がするけどもうないのかな、だって教えたよだって電話番号ね確か。そうそう、あの前にねお互い交換したじゃん、なんかねまた電話してもいいですかとかっていう風に言ってなかったっけ。そう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 、うん。ナナモはかまってもらうため自作自演するの、ナナモちゃんがってこと。でも寂しいんだと思うよきっとね、え寂しいと思うのよきっとね、え誰かに構ってもらってねちょっと安堵するっていうかね、今日も構ってもらえてよかったっていう風なさねあると思うんだけど、でもそういうなんかこう癒しをなんかそのあなたのその癒しを満たすためにこの枠を利用されたらちょっと困るのよ本当。今日はダメ本当、うん、いやわかるけどカマチョなんだけど今日はダメです本当。そう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 、うんね、クリニックとかなんかそういうそ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 ういうなんか毎月やってるから本当ね、毎月やってるじゃないそうクリニックとかなんかそういう時にちょっと上がっていいですかだったらまだいいけど、そんななんか今からこれから焼きそばする時に今から準備しましょうってまだ私物も買ってないのに今からやりましょうっていう時にそんなあなたコラボに上がってじゃあ今からちょっとヤミーさんと一緒に引きずってなんかみんなで LINE 通話しましょうっていう風にちょっとそれはちょっと無理よあなた無理な話よ本当。他のところに行って他のところで話をしてちょうだいちょっと。そう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 、うん、そうちょっとねそれは無理よ本当。今日はちょっとあの無理な話よ本当。そうそうねえダメ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 、うん、ノックさんにブロックされてます本当。まあもう仕方ないよ、ノックさんにブロックされたのもねあなたの責任なのよ、なんかやったんでしょあなたがねきっと。そうなのよね、何か多分あったと思うよあなたの中でね、なんかしたんじゃないの。ノックさんって知らないの、ノックさん知らないの、ノックさんってあのツイキャスのよ、あことちゃんありがとうございます。ノックさんってツイキャスの大手よ、大手。確かでもえでもなんか、YouTube でも結構10万人とかいるよね確か。ノックさんってねツイキャスでも結構有名だし、あのね YouTube でも結構あのそうあの結構多いよチャンネル登録者数ね結構。そう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 、うん、ジェネリックの一員なの、うん、とつまち配信してる時に呼んでくださいって、いやいやいや、ななもちゃんで呼んでくださいって、私あのこう病院じゃないし本当診察券でなんかピンポンパンポンっていう風にあの呼ぶことはないのよ本当。これやってますよっていう時にちょっと来てほしいのよね本当。呼びません私は、うん、そうそうそうね、なんとかさんなんとかさんっていう風に言わないのよ本当、うん、あ桜ありがとうございます呼んでくださいって本当ねえ本当、うん、そうでしょ。ちょっとまあななもちゃんまた来てね本当ね、ちょっとダメよ今はダメね、今ダメよ本当。そうそうそうダメよもう本当、うん、ヤミーちゃんの枠じゃないんだからここはね、あなたの話を聞いてあげたいけど今日は違うのよね、今日は違うのよね、あなたの話を耳に傾けてあげたいけど前もね話を聞いたんだけどよくざっぱり意味がわからないのよ、とりあえずふんふんっていう風に言ってあなたほら納得してどっか行っちゃったでしょ、あれでいいのかなと思って、わかる、うんね、そう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 、あだからあんまり理解しなくてもいいのかしらと思ってね本当、とりあえずそうなのよね、うん、ということでね本当どうもありがとうございました。本当よもうすぐなんか私のね話を聞いてあげたいんだけどね本当ごめんなさいね本当。
ね、ほんと。そうそう、あ、滅ばしたっけ、あ、滅ばしたわ。そういえばね、あ、そういえば滅ばくしたわ。そういえば、そう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 、ねえ、滅ばくしました。そういえば、ねえ、皆さん。さあ、皆さんね、いよいよ始まろうとしています。ね、始まろうとしていますよ、ほんと。まず野菜サラダを多分ちゃんと食べて、ね、ちょっとね、血糖値をとりあえずね、急降下せずにちょっとね、食べようかなと。ゆっくり食べます、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりゆっくり食べるね、ゆっくりゆっくりと食べて、ね、完食まで持っていきますね。血糖値ギャッという風に上がらない程度にね、ほんとゆっくりゆっくりゆっくりね。まあ、でも無理だったらもうやめますんで、皆さんね、私は無理はしませんのでね。だからこういう風に書いてる自信がないから、わかる、そんな多分食べれないかもしれないから、書いてる、ね、釣らない、もう私は、そうそう、釣らない、そうそう、あの焼きそばでね、焼きそば書いてたら結構釣れるじゃん、ね、ペヤングやりますみたいな来るのよ、大体ね、ペヤング4種のやつ、新作のやつ、ね、大食いチャレンジとかっていう風に書くと、やっぱね、来るのは来るんだけど、皆さん、そう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 、ねえ、ちょっとここはね、あの新作石川さん血糖値511で入院って本当に言ってんの？511 血糖値、それは私はまだないわね、血糖値511空腹時で、何それ、空腹時で511なの？それってまさかね、ご飯食べたらってこと？それって食後で511やばいだろ、普通、いや普通は100、まあ200、空腹時で200超えすると、でご飯食べると500ぐらいいくんだ。あー、空腹時200はまずいな。私でも100、今この間病院で測ったら130とか、ね、そのぐらいかな、だいたい私100、130、40ぐらい、ずっと私ね、決めたの、聞いて皆さん、私ちょっと決めたのよ、話を聞いてほしいの、私に決意表明するわ、実は私今日みんなに言おうと思ったんだけど、私ちょっと明日からサラダを主食にしてちょっとやってみようと思うのよ。まあご飯は食べるんだけど、ちゃんとね、そうそう、サラダをちょっと多めに取ろうかなと思う、あの明日から私は。ちょっとどう、サラダ多めに、そう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 、いやベジじゃなくてサラダを主食にするの、でもとりあえずタンパク質も取るけどみたいな話よ、ちょっと一回やってみようかしらね。そうそう、100キロ切りたいしみたいな、とりあえずねえ、ちょっと2週間できるかなそうそう、どうやって続けようかな、なんかカレンダーかなんか書いておこうか、カレンダーかなんか、私ね三日坊主なんだよね、三日坊主、どうやって続けようかしら2週間やったら体に変化あるかもね、ちょっと、いや体に変化をつけたいのよ、本当。なんかね言われたのよ、あの阿部夏実がね、あ、めぐみちゃんありがとうございます、パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン、どやさどやさどやさ、ありがとう、そう1週間に1回のチートで言われたの、阿部夏実が、阿部夏実がずっとなんか体が疲れると、体がしんどいって、病気もしやすくなったって言うのよ、なコンビニとか外食とかね、なんかそういうなんかこう自分で作らず、なんかあの他のものをなんか買ってね食べていたんだって、阿部夏実がね。でもなんか病気もするし体もしんどいと、なんかおかしいと思って言ったら、やっぱね食事なんだって、一番ね病気しにくい体を作るとか、やっぱね体調コントロールするのも全部ね食事で、自分でね食事作ったんだって。でなんか栄養士かなんか取ってるよね、あの人確か、自分で
栄養士みたいなやつ、学校行ったりとかして栄養士取ったりとかしてみたいな。そうそう、なんかだよね、確か学校行ったんだよあの人。そうそう、そしたら体も楽になってみたいな、自分で作ったりとかしてね。そうそう、なんかあの変わったって、病気もしにくくなったしみたいな。だその話を聞いてね、あらーみたいな、じゃあ私も一回自分でやってみようかなみたいな。そうそう、ちょっとね、そうよ、なんか、まあ、自分で作るのちょっとめんどくさいんだけど、ほんとねえ、ちょっとなんかこう簡単なものとか作り置きするとかね、皆さんしてみようかしら、私もじゃあちょっと。そう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 ねえ、いやーどうかな。私ね、昔介護の時はやってたのよ、介護の時。あの、私ヘルパーとかでお家行く時にね、私結構ご飯とかも作るの、おばあちゃんのご飯とかね、煮物作ったりとかして、じゃがいも切ったりね、皆さん人参切ったりとかしてさ。そうそう、で人参もこう切ってね、わかる、冷凍したりとかしてさ、作り置きしたりとかね、すんのよ私結構。そうそうそう、うん、じゃあそれもやってたから、お家でもねやってたの、そうやって節約でね、人参切ったりとかして作り置きしたりとかしてさ。そしたらもうすぐなんか出してもすぐパッパッパッパってできるじゃん、あれって結構ね。そうそう、ああいうのしてて私ずっと。あ、でもあの時結構皆さんやっぱそう思うと体元気だったわ、振り返ってみると。お、昔私そういえばやっぱね、介護時代とかやっぱそう思うと、自分でご飯とか作ってる時代は結構ね、そうかもしれない、やっぱり結構ね、体も丈夫だったかもしれない、あんま病気しなかったし。そういえば今なんかすっごい病気しない、私2ヶ月に1回とか風邪ひいたりとか、なんか変な病気になったりとかして、そうそうそう、ダウンするしみたいな。結構ね、そうよね。私最近病気すっごいするのよ、病気。あ、たかこちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、風邪もひくしね、やっぱ疲れるし、体すっごい疲れるしみたいな。糖分取りやすいからかな、もしかして私これね。あ、そうかもしれないわ、ほんとね。ちょ、困ったわね、ほんと。ちょっと考えてみるわ。ストックする企画、ストックする企画。そうね、ちょっと。そうね。動画撮ってやってみようかしらね、ほんと。そう、糖分取らない方がいいっていうね、体にね。糖を体に残すのが良くないみたいなね、皆さん。特になんかあの白い砂糖は良くないみたいね。白い砂糖良くないんだって。知ってる？黒糖がいいんだよ、黒糖。そう、黒い黒糖がいいんだって。やっぱ体にいいみたいでね。そうそう、白い砂糖はあんま使わない方がいいって言われてるよね。そうそうそう、ね、言ってた、そうやって。三温糖とか、そうそう、あと、あの、皆さんあるじゃん。ラカントみたいなやつを。そうそう、ね、ラカントみたいなやつを。ね。そうみたい。そういうのがいいみたいね、やっぱり。そうそう、高いけどラカントね、結構ね。何よ一体、ひーちゃん、この人しつこいわね。何一体、フォロバについての基準を言って。何が課金してるの。たかこちゃんありがとうございます。何の課金よ。あ、めぐみちゃんありがとうございます、ありがとう。何よ課金って、課金してるのずっとね。えそうそう、どうやって課金、どうやってフォロバすればいいのじゃん。そうよね、そこよね。え、どうやって課金、どうやってフォローバスでばいのじゃん。そうそう。ねえ、どうすりゃいいの。どうすることもだできないじゃん、だって。どうやってフォローすんのじゃん。ナナもお風呂場しないねと。じゃあ、あなたも何フォローしてほしいの。ナナもちゃんってなんかの闇のなんか、ところに通い続けてるなんか患者さんみたいな人。ね、そうそう、前にも YouTube にもね来てくれて、 YouTube ライブにも来ててみたいな。そうそう、あの悩み相談の時にね。
そう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 。うん。私も滅ばされてないけど気にしてないの。気にしてるの。あ、気にしてないのね。うん。もう何言ったい。うん。ナナモだけずるいから外していいの、あなたは。あなたはいいの、本当。うん。ね。いいのよ、あなたは本当。そうそうそう。うん。ね。じゃあ、あなたもフォローするから出して、アカウント。今から出して、いいかな。じゃあ、ね。そうそう、アイテム投げればいいじゃん。課金してるって言うんだったらね。これが126号よ、みたいな。アイテム投げてね。そう、私のやつもフォローしてくださいっていう風に言えばいいじゃんね。だったらしてあげるかな。そうよ。でしょ、ほら。出さないじゃないのよ、ほら。ねえ。やっぱほら。でしょ、出さないんだから嘘よ、やっぱり。ねえ。ほら、嘘じゃないのよ、嘘。うん、暴れた後まだ気まずいからって。いや、だって別に構わない。だって出してごらん。だってだったの、今。今出して。じゃあ、とりあえず。ほんと。滅ばってなんか意味は、まあ、滅ばされたら嬉しいよね。うん、ね。まあ、嬉しいんじゃない？滅ばされたらね、やっぱり。うん。滅ばか。滅ばする人結構やっぱ私の枠に結構定期的に来てくれる人とかね、アイテムとかね、くれる人を結構まあフォローしたりとかするけどね、私の方から。前はね、結構バン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 してたのよ。バン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 ね。あ、匿名さんありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン。どやさどやさ。どやさありがとうございます。したんだけど結構ね、外されたりとかすんのよ、結構。うん、ね、フォローしてもらいたいがために来て、なんかとりあえずもうその日にしか来ないとかね。うん、そう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 。うん、あるよ。うん、フォローだけさせて外すみたいな人もいたしね、ほんと。いたいた。あとなんかね、フォロー外すのはいいんだけどさ、相互フォローを外すためにも一回ブロックして一回外してほしいんだよね。別に 見ないのはいいんだよ、別にね。いいんだけど、なんか自分だけ外すとさ、私だけ残っちゃうから、相手のフォローのやつ。で、上の方にね、残るんだよ、それ。中村来たわ。うん、ね、上の方残るのよ、全部。フォローしたやつが。で、私が見てね、あ、やってるんだと思って見て、ね、どういうプロフィールかしら、ピッて押した瞬間、外されてんのよ。みたいな、外されてんじゃん、私、みたいな。いつの間にこの人に外されてんのみたいな。そうそう。まあそれはもう外したけど私の方でね、また。うん、ねえ。やった何みたいな。何みたいな。ほんと。あんだけペコペコしてきてみたいな。実際会ったことある人なのよ。まあこれ一じゃなんだけど。普通に会ったことあるし、お互い一緒にコラボもしたことあるし、みたいな。すっごい仲良かったなと思うんだけど。ある日突然外されててさ、えーみたいな、何これみたいなあるからね、ほんと。そうよ、ねえ、何か私したっけみたいな。うん、ねえ。また私気にするから、皆さん。ねえ。もうなので、私あんまフォローしません。うん。そうそうそう。うん、フォローしない。もうあんまり基本的に、うん。よく来る人はフォローするけどね。うん。結構、あ、この人来てくれてるなっていうのはフォローするけど。ねえ。まあ大体フォローしてると思うよ、ここら辺の人はね。そうそうそう。まあ待っててしてない人。ねえ。待ってて、ほんと。そのうちするから。うん、そう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 。ねえ。合間を見てね、やるから。ねえ。そうそう、いなくなっちゃった、さっきの人ね。あ、いいね、ありがとう。あ、ちーちゃんいらっしゃい。おかえりなさい、ありがとう。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン。どやさ、どやさ、どやさ、ありがとうございます。そうそう。ねえ。いや、でも。そうよ、外されたらショックじゃない？ほんと。え、何？なんか私したっけ？何？何？どうしたっていうの？私何を言った？って私考えるの結構ね。みたいな、ほんと。
身に覚えがないのよね、身に覚えがさみたいな、ほんとね、みたいな。うーん、でもなんか私最近絡んでなかったしな、なんか私なんか言っちゃったのかしらみたいなさ。ね、そうそう、いじめてないわ、ほんと私いじめてないし、いじめなんかしないわ私は。基本的に、いや悪いけど私いじめ嫌いよ、いじめてない。誰をいじめてんの？言って。誰をいじめてんの私じゃん。ねえ、いじめてないよね。失礼ね、ほんと。いじめてないよ。あ、なんか変なとこ入っちゃったの。タヌキをいじめて、どこがタヌキいじめてんのよ、ほんと。何がいじめてんの？あなたいじめられたの？私に。どういう風にいじめられたのよ、ほんと。ねえ。当たりが強い？って何よ。当たりが強いから何なのよ。もう来なければいいじゃん、当たりが強かったら。もう来ないでよ。出てってよ、ほんとだったら。ねえ、あなた。ほんとよ。何、いじめられてまたここに来てるの？ほんと。どっか行けばいいでしょ、じゃあ、他のところに。ほんと。ねえ、あなたをね、心よく愛してくれるところ行けばいいじゃないのよ。受け入れてくれてさ、ほんと、よしよしてくれてね。ほんと。でしょ？あなた選ぶそういう選択枠があるんだから、そこに行けばいいでしょ、だって。ひどんなリスナーを使って、だってリスナーさん別にコマでも何でもないもんだって。別に私が皆さんいじめなさいとか言ってさ、やりなさいとかっていう風にさ、言ってもないし、だって。だって全然、だってどこが皆さんいじめてるのよ、ほんとねえ。だって駒にしてる覚えもないもんだって、私は。だってそうよ、そう、変なこと言うかな、こうやってね言われるんだよ、だって。そう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 、でしょ。ふじみちゃんと同じように接してほしいの？あ、同等にってこと？あなたがってこと？あ、藤見ちゃんたちと同じように私も愛されたいわっていう風なことを言いたいわけ？159号さんが、私を藤見ちゃんだと思って私にも優しく接してってこと？だって別に誰か分かんないもんだって、あなたのこと。会ったこともないし、お話ししたこともないしね、だって。でしょ？どうやって優しくすればいいの？だってねえ。ねえ、どうしたの一体？なんで優しくされたいの？私に？たぬきちゃんかわいいねっていうふうに、何？よしよしされたいってことなの？そうなの？そうなのよ。変な人多いでしょ。ほんと、うちんとこね、ほんと変なタヌキ多いのよ。助けて。ほんと。そうそう、ね。気持ち悪いの多いのよ、うちんとこの。そうなのよ。もう。そうそう、独特でしょ、うちんとこの。私もそう思うのよ。うちんとこの、すっごい独特しいなと思うんだよ、ほんと。そうそう、かなってほしいが、もうすっごい。すごい強いんだよね。もうなんだろう、ほんと。いや、そんななんかね、誹謗中傷はないんだけど、あんまね、激しいものはないんだけど、結構ね、こういう人が多いのよね、ほんと。いやー、ほんと、ね、疲れるわ、ほんと。そうだよね、疲れるね、ほんと。困ったわね、ほんと。そうね、適当に名前をつけて、そうだね、あなた159号さん、適当に名前をつけて、だからアカウント作って、まあコメントすればいいんじゃない、ほんと。そんな優しくされたかったらね、ほんと。じゃない？そうそうそう。名前で呼んでほしかったらね。そうよ。まあ、タヌキはダメよ。タヌキだもん。そうよ。そうそうそうね、何かの理由で自分の身を隠してる可能性があるから、ね、まあその理由があるだろうしね、いろいろとね。そう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 、
うん、まあその分ほらちょっとやっぱさ、まああのそうひとまとめになっちゃうからね。だってタヌキはタヌキだやっぱり、うんね、やっぱよしよしされたかったらやっぱ赤出すればじゃん。うん、そうそう、何がお前なのよ、何お前って。うん、そうタヌキって別に痛くも痒くもないじゃん。だってだって言われたって別にさ何とも思わないじゃん。だって別に枠から別に出ればいいしみたいな、すぐにね。だってうんね、名前もバレないしみたいな、何言っても別に問題ないじゃん。だってでしょ。うんね、そう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 、まあその分だって赤出しの人と一緒に同等でお願いしますは無理じゃない、やっぱり。うんね、他のタヌキを褒めても自分だと思える性格だから、タヌキちゃんだけをタヌキちゃんって褒めてと。なんだろう、あなた多分あれかしらね、本当愛情不足きっと。ね、愛情不足なのかしらね、本当。やっぱり、いるのよ大人になってもね、やっぱ愛情不足で、やっぱりね、まあ、子供帰りじゃないけどやっぱいるんだよね、本当そういうのって。ね、なんかそういう治療法あるよね確か、親からの愛情受け入れてもらえなくてみたいな、そういう風なねあるんだよ、あの治療法があるらしくて。そうそうそう、それ治療で治るらしいよそれ。一回行ってみて。私どこが私なの、私がどこら辺がよ、私がどこがなんかそういう風なあれなの。だってねえ、子供のまま大人になったらどういうことよ。お前大丈夫、見て皆さんご覧くださいねえ、ねえ見て、どんどんなんか変なのが増えてきましたけど、見てこの数々ねえ、汚いゴミみたいなコメントご覧ください皆さん。ねえ、ゴミの数々をご覧ください、皆さんご覧くださいね、ゴミコレクションです、ね、ご覧くださいね、ゴミコレクションです。ね、ご覧ください。あ、さあありがとうございます、 KP ありがとうございます、ありがとうございます。ひいちゃん何、リスナーさんの何何、病院の付き添いのオプションなんかあるわけねえだろ本当、そんなのねえ、自分で行けば病院ぐらい本当ねえ、バカじゃない本当ねえ、もうやめてもうそういうの、もう本当ねえ無理だって分かってるしさ、もうそういう風に言わないで本当、気持ち悪いからもう本当分かる、やめてもう本当なんか、ねえ、なんかもうそういうことをなんか連投してずっとなんか言ってくるのもやめて、もうほんと拾われるまでずっとなんか連投連投してさ、いやあんた連投連投されてみいや、ほんとずっとほんと拾わなかったらずっと、だってあなたずっとビャ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 ずっと流して流して流してずっとすごいんだから、ほんと言うまで、いやもうこういうのも消していいよね、もうほんと、いやもうこういうの消す、もうほんとうるさいやつも消します、もうほんとやめて、もうほんといや消す、ほんとね、ダメダメ、もうほんとめんどくさいから、もうね、しつこさから、何このたぬきちゃんみたいなね、たぬきちゃんっていう風に私にも優しく言ってみたいな、たぬきはたぬきでも誰かわからないと思うから、これからはたぬきちゃんっていう風にみんなに優しくしてだって、バカじゃないほん